あれ？ここって私の部屋よね。私は何度も部屋を確認した。位置的にここは間違いなく私の部屋だ。それなのに私の荷物は一切なくて、孫のおもちゃなどが部屋に置かれている。すると後ろから息子嫁がニヤニヤしながら話しかけてきた。お母さんの荷物は全部捨てましたよ。いい加減この家から出て行ってください。この時私の中で何かが切れる音がした。わかったわ、だけど後悔しないでね。そう言って私は残っていた少ない荷物をまとめて家を出て行った。その後息子夫婦は地獄を見ることになるのだった。私は62歳の主婦だ。夫とは35年以上連れ添ったのだが、つい最近夫は病によって亡くなってしまった。それからは広いこの家で一人で暮らしている。私には一人息子の高志がいるのだが、すでに社会人として自立している。息子はあまり実家には帰ってこないタイプで、夫と二人で暮らしている時も正月くらいしか帰ってこなかった。そして正月も別にずっと家にいるわけではなくて、地元の友達と遊び歩いて夜遅くまで飲んでくるので、実質家には寝に帰ってきているようなものだった。まあ男の子だし、親にべったりということはあまりないのかもしれない。そう割り切っていたが、それでもそけないなと思うことは多かった。例えば2年前の私が還暦を迎えた時も、息子からは特に連絡は来なかった。私の誕生日も忘れているようだし、プレゼントなんてもらったこともない。夫が以前私に対して何かお祝いの言葉とか伝えるように言ってくれたらしいが、息子は今忙しいから今度と言って、結局何もなかった。そんな息子は夫の葬儀にも来るのを面倒くさがっていて、何回か連絡をしてやっと来てくれた。どうしてこんなにも親を大切にしてくれないのかと悲しく思ったこともある。そして夫の葬儀が終わると、息子はすぐに私のところにやってきて、こう聞いてきた。遺産っていつもらえるの？え？父さん公務員だったし、それなりに溜め込んでるんでしょう。俺がもらえる分はしっかりともらわないとね。私は葬儀が終わったばかりでそんなことを言ってきた息子を残念に思った。この子は自分の父親が亡くなったことが悲しくないのだろうか。弁護士さんが近々来るから、その時に話があるわ。え？それじゃあ今日来た意味ないじゃん。そんなこと言わないでちょうだいよ。遺産についてちゃんと話が聞きたいなら、また改めて来て。それに今日はお父さんを見送ることが目的でしょ。遺産メインじゃないでしょ。私がそう言うと、息子はつまらなそうな顔をした。わかったよ。そんな息子の反応を見るととても悲しくなる。もう息子は30歳だ。それなのにそうやって自分勝手なのは良くないだろう。もう少し年相応の精神年齢になってほしいものだ。それから1ヶ月が経ち、弁護士の方が夫の遺言書を持ってやってきた。息子はやっとこれで遺産についての話ができるのかと嬉しそうに言った。夫の遺言書は、実家の家と土地を私に相続し、夫が持っている現金は息子と私の半分ずつという内容だった。半分ってどれくらいですか？息子が即座に弁護士さんに問う。現金の財産は1000万なので、それぞれ500万になります。え、マジで？やったー、一気に500万も入るとか最高なんだけど。息子はそう言ってはしゃいでいた。たかし、みっともないわよ。そんな風に喜ぶんじゃないの。別にいいじゃんか。父さんはもう亡くなったんだし、今は葬儀の場とかじゃないんだから。弁護士の方がいるじゃないか。実際、弁護士さんは顔を引きつらせている。そして遺産の分配も終わり、また息子は私と関わらなくなった。気づけばもう1年が経とうとしていた。まったく、今はどこで何をしているのだろうか。そんなことを考えていたある日のこと、いきなり息子から電話がかかってきた。あ、もしもし母さん。たかし、久しぶりじゃない。元気にしてた？そっけない態度を取られていたとはいえ、やっぱり親としては、子供と会話できるだけで嬉しい。しかも、たかしは一人息子なので、こうして会話をできることがなお嬉しく思える。ああ、まあ元気だよ。今度実家に帰るから。あら、そうなのね。
その時に紹介したい人がいるんだ。え？私は突然息子がそんなことを言ったので驚いた。それってもしかして。ああ、結婚するってことだよ。結婚？そんな驚かなくてもいいじゃん。俺だってもう結婚しててもおかしくない年齢だしさ。まあそうね。それじゃあ今度の日曜に行くから。ええ、わかったわ。本当に息子は何でもいきなり報告してくる。でも結婚の報告はすごく嬉しかった。ようやく息子も一人前になったということだ。婚約者の女性はどういう人なのだろうか。私はとても楽しみだった。そしてあっという間に日曜日になり、息子が婚約者の女性を連れてやってきた。母さん、ただいま。あ、おかえり、たかし。はじめまして、かなと言います。どうも、はじめまして。息子が連れてきた婚約者の女性はとても綺麗な人だった。それじゃ、早速上がってちょうだい。二人を居間に通し、お茶菓子を用意した。そして二人の馴れ初めだったり、彼女の仕事についてなど、私たちはいろんな会話をした。息子とカナさんは同じ職場で働く同僚だそうだ。カナさんの方が息子よりも3歳年下で、もうすぐ30歳になるから、20代のうちに結婚をしたいということで、入籍することに決めたらしい。結婚式についてもすでにいろいろと話を進めているらしく、私が息子がちゃんとしていることに安心した。その後、両家の顔合わせが行われ、カナさんのご両親とも挨拶をした。彼女の実家は地方の田舎にあるらしく、わざわざ東京まで来ていただいて本当にありがたいと思った。ご足労いただいたお礼として高級和菓子をプレゼントするとすごく喜んでくれた。人当たりが良さそうなご両親なので仲良くできたらいいなと思っている。それから息子とカナさんは結婚式に向けてさらに細かく準備を進めていった。だがその時に息子からこんな相談をされた。母さん、ちょっと頼みがあるんだけど。一体どうしたの？実は結婚式が思っていた以上に費用がかかって、少し援助をしてもらいたいんだよね。え？そんなにお金のかかるプランにしているの？そりゃ一生に一度だしさ、カナが豪勢にしたいって言ってるんだ。だとしたら彼女のご両親が資金を援助するべきではないのだろうか。それをいきなり私に頼むというのはなんだかなと思う。やっぱり結婚式っていうのは新郎側が多く出さないと格好がつかないだろう。だから200万程度貸してくれないかな。に、200万？そんなに？ちょっと高すぎない？そんなこと言われてもカナが豪華な式にしたいって言ってるんだから仕方ないでしょ。母さん頼むよ。一生のお願いだよ。息子はそう言って私に懇願してきた。息子にそうやって何度もお願いをされると、私も助けてあげないといけないという気持ちになる。そのため結局200万を渡してしまった。ありがとう母さん。この恩は絶対に忘れないから。これで息子が幸せな結婚式を挙げられるのならいい。そして結婚式が行われたのだが、正直言ってここまで豪華にする必要はないんじゃないかと思うほど豪勢だった。出てくる料理も演出もお金がかかっていそうで、もう少しランクを下げてもよかったのではないかと思った。だが息子もカナさんもとても嬉しそうにしていたので、まあいいかと自分を納得させることに。その後、息子夫婦は新婚生活を始めた。私は結婚後に一回くらいは家を訪ねてくるかなと期待していたのだが、結婚してから1年が経っても息子夫婦が訪ねてくることはなかった。せめて正月くらいは来てほしいなと思い、私は連絡をしてみたのだが、息子からは嫁の実家に行くからそっちに行くの無理そうだわと言われてしまった。それならどこかのタイミングで来てほしいと思ったが、あまり無理強いをしても嫌がられてしまうだろう。私は寂しかったが、いつか息子夫婦が訪ねてきてくれると思い待っていた。だがそれから数ヶ月経っても息子夫婦が訪ねてくることはなかった。せめて結婚式の費用を200万も負担したことに関しての感謝の気持ちを告げに来てもいいのではないか。そうやってモヤモヤしていた私。そしていつまでも一人で過ごしているとだんだん気が狂いそうになってきた。だから私は近くのスーパーで働くことにした。
そこでは同世代の人たちが働いていて、中には私と同じように旦那さんに先立たれている人もいた。だからお互いにそういう境遇での話をしたりして共感し合うことができた。スーパーで働いたことは本当に自分にとってよかったと思う。毎日がとても楽しくなった。だがそんな中、いきなり息子夫婦が家を訪ねてきた。母さん、久しぶり。え？たかし、どうしたの？それにかなさんまで。そして私はさらに驚いた。なんと息子嫁の腕の中に赤ちゃんがいたのだ。もしかしてあなたたちの子供？当たり前だろ。私たちと血がつながった子供ですよ。私は驚きすぎて腰が抜けそうになった。だったらなんで教えてくれなかったの？あなたたちに子供ができたことを聞いてないわよ。あれ、言ってなかったっけ？ごめんごめん。でも今言ったからいいっしょ。そうやってヘラヘラ笑う息子。それで今日は何の用で来たの？ああ、そうそう。実は母さんに頼みがあってね。よかったらここでしばらく住まわせてもらえないかな。え？同居ってこと？そうそう、母さんも嬉しいだろ。一人寂しく暮らしていたのが一気に一緒に暮らす家族が増えるし、孫ども一緒に住めるし。そんな、いきなり言われても。俺たちは母さんの面倒を見ることも考えてるんだ。だからここで一緒に同居できたらなって思ってたんだけど。たかし、いろいろと思うところはあったが、それでも一人きりで暮らすことの寂しさみたいなものはあった。一緒に暮らす人がいるのは楽しいことだろう。そう考えたら同居を許可してもいいのではないかと私は思った。わかったわ、一緒に暮らしましょう。私がそう言うと息子夫婦は喜んでいた。そしてすぐに荷物を運んで引っ越してきた。それから同居生活が始まったのだが、息子夫婦は私にとても優しくしてくれた。今まで関わろうとしてこなかったのは何だったのかと思うほどだ。でもこれならずっと仲良く過ごせそうだ。そして孫とも遊ぶことができて幸せだった。しかしそれから半年ほどが経った頃、息子がこんなことを言ってきた。今度家を建てようと思ってるんだ。それで母さんも一緒に住もうよ。え？いいの？私は息子にそう提案されてすごく嬉しかった。まさかこんなことが起きるとは思っていなかった。そして息子夫婦はいろいろと新居を建てる準備を進めていた。私は一緒に住めればよかったので、特に要望とかは出さずに息子夫婦に任せることに。それから半年後、ついに家が完成した。新居はすごい立派な一軒家で、外観はもちろんのこと部屋も綺麗だった。私はこの年になってこんないい家に住めるなんて幸せだと思った。そして新居での生活が始まったのだが、この頃から急に息子嫁の態度が変わり始めた。お母さん、瞳の面倒を見ててもらえます？私出かけてきますので。ええ、いいわよ。そう言って私に孫の世話を頼んできた息子嫁。その日は仕事が休みだったからよかったのだが、次の日も私に孫を任せようとしてきた。私は日中は仕事があるから無理だと言うと、そんなの休めばいいでしょうと言ってきたのだ。私はいきなり息子嫁がそんな態度を取ってきたのでびっくりした。お母さんはこの家に居候させてもらってる身なんですよ。私の言うことは聞いてもらわないと困ります。息子嫁はそうやって私に圧をかけてきた。そして息子に対しても私の悪口を言ったりしていて、私はとても居心地が悪くなった。私が孫の面倒を見ないと息子嫁は態度が悪くなるのだ。一体日中にどこに行っているのだろうか。しかもある日、私が仕事から帰ってきたら2歳の孫だけを残して息子嫁がいない状況があった。こんなことがあったので、私はスーパーの仕事を土日だけにして、平日の日中は家にいるようになった。すると息子嫁はどんどん私に孫の世話を押し付けるようになった。息子嫁はいつも派手な化粧をして着飾って出かけている。自分の子供を置いて何をしているのか、聞こうとしても私には関係ないと言われてしまう。また息子も息子で私のことを軽視しているような態度が目立っていた。
母さんさ、もうちょっとカナと仲良くしてくれよ。まさか嫁いびりとかしてないよね。そういうのマジで迷惑だからやめてよ。そんなこと私はしてないわよ。むしろ姑いびりをされている感じだけど。いやいや、何言ってんの。カナがそんなことするわけないじゃん。母さんってそういう自意識過剰なところがあるよね。そんな。息子のこの態度はちょっと許せなかった。というのも、家を建てた後になって息子はこっそり私に対してローンの支払いをしてほしいと相談してきたからだ。息子は新居をローンで購入したはいいものの、息子嫁の浪費が激しいため生活費を支払うので精一杯だというのだ。そして私にローンの支払いをお願いしてきたのだ。それなら息子嫁に浪費を止めるように言えばいいと言ったのだが、息子はそれはできないとのこと。嫁を自由にさせるのが夫として価値が高いのだそうだ。なんともくだらないこだわりだと思うが、私も住まわせてもらう以上は支払うしかないかと思い、私は息子の代わりにローンを支払ってあげていた。それなのに息子までも私にひどい態度をとってくるのはありえないと思う。そしてそんな中でまさかの出来事が起きたのだ。それは私が仕事を終えて帰ってきた時のこと。私は自分の部屋にカバンを置こうとした。だがすぐに部屋の違和感に気づいた。あれ？ここって私の部屋よね。私は何度も部屋を確認した。位置的にここは間違いなく私の部屋だ。それなのに私の荷物は一切なくて、孫のおもちゃなどが部屋に置かれている。すると後ろから息子嫁がニヤニヤしながら話しかけてきた。お母さんの荷物は全部捨てましたよ。え？どういうこと？だってお母さん全然気づかないんですもの。私はお母さんと一緒になんて暮らしたくないんですよ。それをたかしさんが長男として同居してあげないととか言うから。ま、頭金を支払ってくれたみたいだから、その感謝として1年くらいは家に置いてあげたけど、もう我慢の限界です。いい加減この家から出て行ってください。ま、お母さんが今出て行ったところでボロアパートしか住むところはなさそうだけど。そう言ってニヤニヤした顔で笑う息子嫁。この時私の中で何かが切れる音がした。もういい。息子夫婦のために何かをするのもバカバカしくなった。分かったわ。だけど後悔しないでね。そう言って私は残っていた少ない荷物をまとめて家を出て行った。その後息子夫婦は地獄を見ることになるのだった。私は一旦ビジネスホテルを借りてそこに泊まったのだが、すぐに息子から電話がかかってきた。母さん出て行ったって本当か？正しくは追い出されただけどね。ローンの支払いはどうなるんだよ。そんなの自分たちで何とかしなさいよ。私はもう住んでないんだから支払う義務はないわ。そんな、母さんは俺たちを見捨てる気か？だから追い出したのはあなたたちじゃない。俺じゃなくてカナだろ。お願いだから戻ってきてくれよ。このままだったら俺たちはこの家で生活できなくなっちゃうよ。カナさんに浪費をやめるように言うしかないわね。っていうか、カナさんは毎日のように日中に派手な化粧をして出歩いているけど、不倫でもしてるんじゃないかしら。え？ま、あくまでも私の予想だけどね。まさか。いずれにせよ、私はもう関わらないから、あとは自分で頑張ってちょうだい。そう言って私は電話を切った。その後、私は自分で部屋を借りて一人暮らしを始めた。夫からの遺産もあったが、私は自分自身で働いて蓄えていた稼ぎがあった。そしてそれを通して運用していたので、何十年と積み立てた結果、老後の生活は安泰の状態だったのだ。私は職場近くで住み始めたので、最近は一緒に働いている人たちがよく遊びに来ている。そのため全然寂しくなく、楽しい毎日を送れている。ちなみに息子夫婦は家を売らなければならず、だがローンよりも下回ってしまったため借金を背負ったらしい。そして息子嫁は案の定浮気をしていたらしく、息子は慰謝料を請求して離婚したそうだ。また孫に関しては息子夫婦に呆れた息子嫁のご両親が引き取って育てることになった。息子嫁はご両親に感動されたらしく、二度と家に戻ってくるなと言われているらしい。最終的に息子夫婦は全てを失ったというわけだ。だが全部自業自得なので同情はしない。
自分たちが好き勝手やってきたことを反省して、これからは少しでもまともに生きてほしいと思う。一方、私はこれからいろんなことに挑戦したりして、老後の人生を楽しく生きていこうと思う。息子さんは主さんに甘えすぎましたね。息子嫁は子供を押し付けて不倫なんて最低です。そんな彼らと縁を切って正解です。主さんはむしろよく頑張ったと思います。これからはご自身の幸せのために生きてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。私はドンという大きな音で起きた。びっくりしていると、そこには夫がものすごい顔で私を見ていた。お前舐めてんのか？ちょっと待ってよ。私は体調が悪くて今日は動けなかったのよ。うるさい、言い訳をするな。そうやって家事をサボるならここから出ていけ。そうやって私を罵倒してくる夫。もう我慢の限界だった。はい、ではお達者で。私の名前はさやか、28歳の看護師だ。夫の翔太とは結婚して2年になる。私たちの出会いは友人の紹介だった。彼氏に振られてしまい、昇進していた私を気遣って友人が彼を交えた飲み会を開いてくれたのだ。彼は爽やかで面白くてかっこいい人だった。3歳上ということもあり、大人らしい余裕もあって私は正直惹かれていた。一生懸命に働いているようだし、優しそうな雰囲気だったので、また会いたいと私は思った。そして彼も私のことが気になっていたようで、それから私たちは連絡を取り合って会うようになった。彼と何度もメッセージのやり取りをしたり、食事やデートに行くようになり、私たちは距離が深まっていった。そして何度かデートをした後、彼から告白をされて私たちは付き合うことになった。その頃には私は彼のことがすごく好きになっていた。毎日がウキウキしてデートをしたり、どちらかの部屋に行ったりして一緒の時間を過ごすだけで嬉しかった。私が夜勤などシフトがバラバラでも、彼は予定を合わせて私と会ってくれる。そういう優しさがすごく嬉しかった。それから順調に交際を続けていった私たち。そして1年ほど経った頃に彼からプロポーズをされて結婚することになった。俺にとってさやかは運命の人だと思ってる。だから失いたくないし、これからずっと一緒にいたい。俺と結婚してくれ。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。それからすぐにお互いの親に挨拶に行き、両家の顔合わせも済ませて結婚式も挙げた。たくさんの友人や職場の人たちに祝福してもらい、とても思い出深い結婚式となったと思う。彼と一緒に行った新婚旅行もすごく楽しくて幸せだった。それから帰国後に一緒に暮らし始めた私たち。最初は一緒に過ごす日々が幸せで楽しかった。だがそれでも完全に幸せというわけでもなかった。不満も当たり前だがあった。それは夫が家事を全くしないことだ。夫は結婚するまで実家住まいだったので一切家事をしたことがないらしい。料理はもちろんのこと、洗濯も掃除も働いている間に義母がしていたそうだ。だから本当に家事をしたことがないそうだ。包丁なんて学生時代の家庭科の授業の時以来握ったこともないらしい。だから私が手伝いでもいいからしてほしいと言っても全力で断られてしまった。そのため結婚してから私はずっと一人で家事をしている。だが私は夜勤の日もあるので、私は晩ご飯をどう用意するかや掃除をするタイミングなどもうまく考えていかないといけなかった。休みの日に副菜などを作り置きして冷凍庫に保存し、仕事から帰ってきたらメインだけ作ればいいという感じにしたりなど、ものすごく工夫をしなければならなかった。いかに自分の毎日の負担を減らしつつ、だけどちゃんと家事をするという気持ちを持って頑張っていた。夫は基本的に私が家事をすることに感謝はしてくれていた。それに私が作る料理は規模よりも美味しかったそうで嬉しそうにしていた。実家の料理よりもすごく美味しいよ。お店で食べてるみたいだな。さやかは天才だな。そんな大げさよ。私はそうやって笑いながら否定しつつも、自分が作った料理を褒めてもらえるのは嬉しい。だから最初の頃は私は辛くても家事を頑張ることができた。夫は仕事を頑張っているからそれなりに給料がいいし、私も看護師としてちゃんと稼いでいるので、夫婦二人での収入はかなり高かった。
だから休みが合う日は旅行に行ったり、美味しいレストランに行ったりしてちょっとした贅沢を楽しんでいた。さっきのように家事についての不満はあるけど、そうやって幸せな時間も過ごしていたので、それなりに満足はしていた。完全に相性が良かったり、不満がない夫婦生活はありえないと思うので、妥協したり自分が合わせていく必要だってあると私は考えている。そうして夫との結婚生活を続けていき、気がつけばなんだかんだで2年が経っていた。貯金も溜まってきたし、そろそろ子供も作ってマイホームも建てていきたいなと私は思い始めていた。だがこの頃から夫の様子がおかしいのを感じた。まず今まであまり気を使っていなかったおしゃれに目覚めたのか、やたらと服を買うようになった。どう？これ春の新作なんだけど流行ってるんだって。へえ、いいじゃん。最近服にハマってるの？ああ、お前も夫がかっこよくなっていくのは嬉しいだろ。まあそうだけど。確かに結婚してからも体たらくな状態にならずに身なりを整えてくれるのは妻としては嬉しい。でも夫が買っている服をこっそり調べるとかなり高いブランド服ばかりなのだ。それなりに稼いでいるとはいえ、こんなお金の使い方をしていたらあっという間に貯金も消えていくだろう。危機感を覚えた私は夫にあまり服を買いすぎないようにお願いをすることに。ねえ、かっこよくなっていくのは嬉しいんだけど、ちょっと買いすぎだと思うの。服を買うなとは言わないから、もう少し抑えてもらってもいい？私がそう言うと夫はものすごく不機嫌になった。ああ、俺が俺の収入をどう使おうと俺の勝手だろ。嫁のくせに意見してくんなよ。そうやって言ってくる夫に私も頭にきた。私たちは夫婦なのよ。あなたの収入からも私の収入からもちゃんと夫婦のために使うお金を入れて、将来のために貯金をするのが普通でしょ。だったらお前だって好き勝手使えばいいじゃないか。そんなわけにはいかないわよ。食費はどうするの？家賃はどうするの？光熱費は？車検代は？お互いが好き勝手使っていたら生活していけないわよ。最初に決めたお互いが生活費に10万を入れるっていう約束をあなたはここ数ヶ月守っていないじゃない。せめて5万でもいいから家に入れてよ。私がそう言うと夫は顔を真っ赤にして怒った。わかったよ。だったらお前ちゃんと家事をしろよ。メニューが被ったりしたら許さないからな。夫はそう言って自分の部屋に入っていった。私は夜勤なのだからメニューを毎日変えるなんて無理だ。夫はああやって怒っていたが、私は気にせずに作り置きのおかずを出した。すると夫は目を見開いて怒った。おい、このおかずは一昨日にも出てきたよな。お前早速約束を破ってるじゃないか。そんなこと言われても今日は仕事が忙しかったからしょうがないじゃない。ふざけるな。家事をちゃんとやらないのに5万も入れる意味はないな。俺が家に入れるお金は1万にさせてもらうぞ。そんな食費にすらならないじゃない。お前がちゃんと家事をすればいいだけの話だ。金にうるさくて節約が好きなんだから、それくらいの方がやりがいがあるだろう。ひどい、そんな言い方しないでよ。うるさい。とにかくお前は最近生意気だぞ。俺は実家に帰るからちゃんと反省しろよ。そんな。夫はそう言って簡単に荷物をまとめて実家に帰って行ってしまった。これでは完璧に別居状態じゃないか。だが私は少しほっとしていた。最近の夫は正直言って接しづらかった。ちょっとした発言で癇癪を起こすし、私を罵倒する発言をすごく言ってくる。顔を合わせるたびに罵倒されるとさすがに精神的に辛くなってくる。だから夫と離れられるのはありがたかった。反省はもちろんしないし、何を反省すればいいのかすらわからないが、距離を置いて一人でいる時間を過ごせれば自分の考えもまとまるのではないかと思った。それから夫のことを一切考えずに私は自分の生活に集中した。作り置きについて何も文句を言われないし、夫の分の弁当を作る必要もない。同じメニューが続いたっていいし、作りたくない時はレトルトのカレーやパスタでもいい。夫がいないから部屋もそんなに汚れないし、掃除も洗濯も回数が減って体力的にも疲れずに済んだ。夫と離れてみて分かったこと、それはものすごく快適だということだった。私はそれほどまでに夫のことをストレスに感じていたのだろう。果たして夫とこのまま結婚生活を続けていていいのだろうか。そんな風に思っていたところ、義両親から連絡が来た。さやかさん、久しぶり。お久しぶりです、お母さん。私は義母から怒られるかもしれないと思った。義両親はいい人だが、夫は自分の息子だ。だから夫が私の悪口とかを言っていたら、夫の話を真に受ける可能性がある。私は少し身構えた。
だが義母から驚きの発言をされた。今度のお正月は二人で帰ってこれるかい？翔太に連絡をしても忙しいからわからないってばかり言われてね。え？あの翔太さんってお母さんたちのところに行ってないんですか？え？どういう意味？ここ半年くらいは顔を見てないけど。一体どういうことだ？夫は義実家に帰っていないのか？義母は嘘をついている様子はなかった。というより嘘をつきながら私に連絡をしてくる意味もないので、夫は義実家に帰っていないのだろう。では夫はどこに？さやかさん、どうしたの？え？あ、すいません、勘違いしていたみたいです。お正月ですよね。私も夫も仕事の予定がまだはっきりしていないので何とも言えないですが、早く返事ができるようにしますね。そう、ありがとう。さやかさん、夜勤とか大変だろうけど無理しないようにね。はい、ありがとうございます。お母さんも体調には気をつけてください。電話を切ってからも私は夫がどこにいるのか気になった。そして一つの考えが浮かんだ。それは夫が不倫をしていて相手の女性の家にいるということだ。あんだけ私のことを罵倒していて、もし自分は不倫をしているのなら絶対に許せない。私は更新所に調査を依頼することにした。そしてそれから1週間ほどが経った頃、夫が何食わぬ顔で帰ってきた。家を出て行ってからは1ヶ月くらい経っている。おい、反省したか？俺がいなくて大変だっただろう。一体何が大変だというのか、むしろ快適だったわ。今日からまたここで暮らすから。久しぶりに実家にいて母さんたちの顔を見られたし、親孝行もちゃんとしてる俺って偉いな。お母さんたちは元気だった？ああ、元気だったよ。そうなんだ。夫はあくまで実家に行ったことにしている。これはますます怪しい。そう思いながらも、私が調査をしていることは知られてはいけない。そのため私は夫に従順なふりをした。あなたが家出をして反省したわ。これからはちゃんと家事もするから。おお、偉いじゃないか。最初からそうやって俺に従っていればよかったんだよ。ええ、そうね。それから大変だったが、私はできる限り晩ご飯のメニューを工夫して毎日違う料理を作った。夫にも弁当を持たせたし、掃除も洗濯もしっかりやった。だが夜勤もある中でそういう生活を続けるのは無理だったようだ。私はある日高熱を出してしまい、仕事を休まなければいけなくなった。何とか夫の弁当だけは作って持たせたのだが、それからすぐにベッドで倒れ込んで寝てしまった。それくらい体調がつらかった。それから数時間ほどが経っていたようだ。私はドンという大きな音で起きた。びっくりしていると、そこには夫がものすごい顔で私を見ていた。え、翔太？お前舐めてんのか？俺が働いている時にのんきに昼寝かよ。ちょっと待ってよ。私は体調が悪くて今日は動けなかったのよ。今朝も高熱が出て。うるさい、言い訳をするな。そうやって家事をサボるならここから出ていけ。そうやって私を罵倒してくる夫。どうしてこんな風に大声でキレられなければならないのだろうか。もう我慢の限界だった。はい、ではお達者で。ああ？私はもうあなたと結婚生活を続けることはできないわ。それって離婚するってことか？そうよ、離婚してください。私がそう言うと、夫は驚いた顔をしていたが、何かを考えた後にニヤッと笑った。まあ、そうするのがいいか。じゃあ俺が今すぐ離婚届を取ってきてやるよ。夫はそう言って嬉しそうに離婚届を役所に取りに行った。そして戻ってきてすぐに自分の箇所を記入して私に突きつけてきた。ほら、お前も書けよ。わかったわ。私はペンを握って自分の箇所を記入した。これは私が提出しておくわ。わかったよ。じゃあ俺は一旦実家に帰ってるから、そのうちに早く出ていけよ。そう言って夫は家を出て行った。私はすぐに自分の親に連絡を取り、迎えに来てもらった。体調が悪かったので親に荷物をまとめてもらい、車に乗せてもらった。その間に夫婦の共有口座の残高をゼロにした。そして病院に行き、点滴を打って薬を処方してもらい、とりあえず実家で安静にした。翌日には熱が下がったので、私は更新所の調査結果を取りに行くことに。渡された資料を見ると、夫は完全に不倫をしていた。やっぱりか。でもこれは逆にありがたかった。私はそれからすぐに不動産に行き、一人で暮らすための部屋を探した。
そして良さそうな物件があったので契約をした。引っ越しの準備も整い始めた時、元夫から連絡が来た。おい、口座にお金がないぞ。一体どういうことだ。あの口座には500万が入ってただろ。お前まさか盗んだのか。人聞きの悪いこと言わないでくれる？あの口座にはもう私が入れていたお金しか残っていなかったのよ。あなたが確認をしていた500万は今まで私が共有口座に入れていたお金。あなたが入れていたお金はあなたが高価な服を買ったり他のことに全部使っていたのよ。嘘だろ。俺はそんなに使っていたのか。だから言ったでしょ。あんなお金の使い方をしていればあっという間に貯金は消えるって。そんな俺には今すぐ大金が必要なのに。ああ、もしかしてリナちゃんとでも再婚するのかしら。どうしてその名前を。私があなたの不倫について知らないとでも思った。もう調査済みよ。証拠も掴んでる。だから慰謝料を請求させてもらうから。慰謝料？待ってくれ。そんなの請求されたら俺は終わってしまう。ただでさえ結婚式費用を俺が出すって言ってるのに、慰謝料を俺と彼女の両方に請求されるなんてことになったら振られちゃうよ。そんなの知らないわよ。所詮は金などの上辺でしかつながっていない関係だったってことでしょ。私はもらうものは全部もらうから、あとは弁護士を通して話しましょう。ちょっと待って。私はそう言って電話を切った。それから元夫と不倫相手に慰謝料を請求した。元夫の言う通り、不倫相手は慰謝料を請求されたことと結婚式の費用すら元夫が払えないことに起こり、慰謝料を支払った後に行方をくらましたらしい。元夫はその後に何を思ったのか私に復縁を求めてきたが一蹴してやった。そしてその一連の経緯を受けて義両親に呆れられたらしく縁を切られたそうだ。それから元夫は一人寂しく暮らしながら慰謝料を支払い続ける生活を送っているらしい。ちなみにすでに新婚旅行の予約や式場を押さえていたり、さらにはそのための服までも全て注文していたらしく、それらのキャンセル料だけでも相当な額になっていて、借金が膨れ上がっているらしい。まあ全部自業自得なので同情はしないし、いい気味だと思う。一方、私は一人暮らしで快適な生活を送りながら仕事に打ち込んでいる。しばらくは恋愛はいいので、仕事でステップアップするために資格の勉強などを始めようと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。お帰りなさい。今日は鶏肉が安かったから唐揚げを。私はそうやって話しながらご飯を準備していると、いきなり夫がドンとテーブルを叩いた。疲れてるんだからいちいちくだらないことで話しかけるな。突然怒り出した夫に私はびっくりしてしまった。それから夫とは会話のない日々が続いた。生活費だってもらえていない。もう限界だ。おい、飯。そうやって私に乱暴な口を聞いてきた夫に私は冷たく言い返した。飯が何？今忙しいんだけど。私の名前はみゆき、33歳の専業主婦だ。私は大学を卒業後、就職した会社で働き続けて10年が経っていた。すっかりベテラン社員になっていた私だが、ひょんなことから結婚することになり、今は専業主婦をしているから驚きだ。夫の隆とはマッチングアプリで出会った。ずっと仕事漬けだった私を心配して、友人が紹介してくれたサービスを利用してみたのだ。話によると友人を含めて周りの人たちはマッチングアプリでの出会いが多いみたいで、中には結婚にまで至った人もいるそうだ。私は一人娘だったので、親もそろそろ結婚したらと直接的な言葉を言ってくるようになっていた。その度に少し肩身の狭い思いをしていたので、せめて彼氏くらいは作っておいた方がいいなと思い始めていた。それからはゆっくりと自分のペースでいろんな人とメッセージでやり取りをしていたのだが、その中で自然とメッセージが長く続いた人がいた。それがたかしだ。たかしは私と同い年で同世代ということもあり、共通の話題が多くて話が弾んだ。それにカフェが好きだったりお酒が好きだったりと趣味嗜好が似ていたのだ。彼のお気に入りのカフェが私もお気に入りのお店で、もしかしたら客同士で同じタイミングにお店にいたかもね、なんてやり取りをして楽しかった。そしてしばらくメッセージのやり取りをして私たちは会うことになった。
お互いが行ってみたいカフェをあげて、カフェ巡りをしながら直接会っていろいろと話した。その時間が楽しくて、私たちはそれから何度かデートを重ねて、そして付き合うようになった。順調に交際を続けて1年が経った頃、私は彼にプロポーズをされた。まだ付き合って1年しか経っていないけど、この先も俺の気持ちは変わらないから今言うね。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。だが、その時に私は彼からこんなことを言われた。結婚したら家庭に入ってほしいんだよね。え？専業主婦ってこと？うん。俺の稼ぎだけでも十分に二人で暮らしていけるし、それに俺家事できないんだよね。え？本当に？私はその発言を疑問に思った。というのも彼の部屋はいつも綺麗だったからだ。いつ遊びに行っても物が少なめですっきりしていて、収納もきちんとしているし、台所も掃除が行き渡っている感じだった。だから彼はとても家事が得意なのだと私は思っていた。そのことについて彼に聞いてみると、こんな返答が返ってきた。ああ、それは家事代行サービスに頼んでるからだよ。え、そうなの？そもそも俺って掃除とか洗濯とか一切できないからさ。なるべく物を減らして、しばらく掃除せずにいて、汚れてきたら月 1,2 回くらいのペースで家事代行サービスを頼んでるんだ。そして服は基本スーツだから、シャツとか下着とか靴下は乾燥機付きの洗濯機に入れっぱなしにしてる。そうなんだ。でも料理は？台所は綺麗に使ってるじゃない。あれは料理をしないから綺麗なの。毎日ウーバーとかで頼んだり、外食で済ませてるよ。私は彼から告げられた事実に少し驚いた。まあ今の時代、金さえあれば自分が何もしなくても快適な生活を送れるから、そういう人がいても不思議ではないのかもしれない。それでも思っていた彼のイメージとは違って、私はびっくりしてしまった。そしてそれと同時に少しほっとした。彼は大企業に勤めていて、仕事がかなりできるらしい。だからその上で家事まで完璧にこなせるのなら、非の打ちどころがないからだ。そんな完璧な人と結婚して、私は彼に失望されないかと少し不安だったのだ。そして彼のことが大好きだった私は、今まで仕事人間だったのに、すっぱりと仕事を辞めて専業主婦になった。職場の人たちはまさか私が辞めるとは思っていなかったらしい。上司なんて半年くらいは雷が毎日落ちてきそうなくらい信じられない。とオーバーに言って私を笑わせてきた。それから私と彼は結婚式を挙げ、みんなに祝福してもらった。私の両親は娘がようやく結婚してくれたととても喜んでいた。一つ親孝行ができて私も嬉しかった。そして始まった新婚生活。今まで仕事一筋だった私の職場といえる場所は我が家になった。やるなら一生懸命やって、一定以上の成果を上げたい。私はそう思い、それから家事に没頭した。いろんな家事のコツを紹介している動画などをチェックして、便利な家事グッズも買い揃えた。料理だってたくさん動画を見て、いろんなレシピを勉強した。そのおかげで随分とレパートリーが増えた。夫は私がいろんな料理を作るから、とても満足しているようだ。すごいな。一人暮らしの頃だと想像できないくらいに毎日豪勢な食事ができてるよ。本当にいい嫁さんをもらったな。そう言ってもらえて嬉しいわ。これからもよろしくな。うん、任せておいて。私は夫に褒められて嬉しかった。だからどんどん料理を頑張った。それから私はさらに家事にのめり込むようになる。掃除だっていろいろと勉強して、プロが使うような洗剤を用意して家中をきれいにしていた。みゆきは本当に会社員だったの？それくらいすごい家事ができるけど。家政婦さんとしても働けるレベルだと思うよ。ありがとう。夫はそうやってよく私を褒めてくれた。私はとても嬉しくて、さらに頑張り、私たちはいい夫婦関係を築けていた。だが、そう思っていたのは私だけだったのかもしれない。それはある日のこと。お帰りなさい。ああ。私はこの時夫の反応に少し違和感を感じた。なんていうか、いつもと違うのだ。いつもなら、ただいまと元気よく返事をしてくれる。だが、今日は私の目を見ることもせず、機嫌が悪そうにしていたのだ。会社で嫌なことでもあったのかな。
私は夫が普段と違ったのでそっとしておいた。その日は夫は基本的に無口でずっと険しい顔をしていた。こういう時はあまり無理に話しかけない方がいいだろう。そう思いながら私は夫に料理を出した。夫はその後も黙って食事をしていた。一体何があったのだろうか。気まずい空気に私はあまり食事が喉を通らなかった。夫は食べ終えると風呂入ってくると言ってお風呂に行ってしまった。そしてその日は私にお休みも言わずに寝てしまったのだ。私はとても悲しかった。あえて気遣って夫に話しかけないようにしていたが、それでも寝るのなら一言くらい言ってほしかった。それに、あれだけいつもと違う態度を取るのなら何かあったのか言ってほしい。私はとてもモヤモヤした気分で眠りについた。翌日、私は朝夫におはようと元気よく言ったのだが、夫は朝から元気だなと冷たく返してきた。まだ機嫌が悪いのかと私は少し寂しくなった。そしてそれなら元気になってもらう方法を考えようと、私は夫の好物を作ることにした。元気がない時はやっぱり美味しいものを食べるに限る。私はすぐにスーパーに買い物に行った。よし、今日は目当てだった鶏肉が安いぞ。私はしっかりと下味をつけて揉み込み、鶏の唐揚げを作ることに。そして夜になり、夫が仕事から帰ってきた。お帰りなさい。ああ。夫は昨日と同じく相変わらず元気がない。私は昨日とは少し変えて自ら話しかけてみた。今日もお仕事お疲れ様。今日は鶏肉が安かったから唐揚げを。私はそうやって話しながらご飯を準備していると、いきなり夫がドンとテーブルを叩いた。疲れてるんだからいちいちくだらないことで話しかけるな。え？突然怒り出した夫に私はびっくりしてしまった。どうしたの急に。俺は疲れてる時は静かにしていたいんだよ。毎日仕事で神経すり減らしてる身にもなってみろよ。お前みたいに責任もプレッシャーもなくてゆるく生きてる人間には理解できないだろうけどな。夫はそう言って風呂に行ってしまった。私は突然の出来事にしばらくその場で固まってしまった。一体夫はどうしたというのだろうか。その後、夫は気がついたらどこかに行ってしまった。私はご飯を食べるかと思ったのに、夫は怒ったままいなくなってしまい、私はすごくショックだった。せっかく夫が食べるであろうタイミングで唐揚げをあげたのに。私は一人で寂しく唐揚げを食べた。残った唐揚げは明日の夫のお弁当に入れよう。結局、夫が帰ってきたのは夜中の1時頃だった。私は翌朝、早く起きて夫のために唐揚げ弁当を作って食卓に置いておいた。おはよう。夫は私の挨拶に返事をせずに出された朝食を食べた。だがお弁当は持っていかずにそのまま会社に行ってしまった。朝食を食べている時にちらっと食卓にあるお弁当を見ていたので気づかなかったわけではない。あえて持っていかなかったのだ。私はそれが分かったからものすごく寂しかった。そして夫はこの日を境に私への態度を完全に変えてしまった。それから夫とは会話のない日々が続いた。夫は毎日夜遅くに帰ってくるようになり晩ご飯を食べなくなった。きっと私と一緒にいるのを避けているのだろう。そんな状態ではせっかく作った料理が無駄になるだけなので、私はいつからか夫の分のご飯を作らなくなった。家事も夫がいる時間が短いのなら本気でやる必要はない。だから必要最低限だけをやるようにした。すると空き時間が一気に増えて私は暇になった。ここまで時間が空くのなら何かしたいな。そう思い、私は以前働いていた会社の上司に久しぶりに連絡を取ってみた。そこでパートでいいから日中の短い時間だけ仕事をできないか聞いてみたのだ。するとこんな返答が来た。それならリモートで在宅で仕事をするのはどうだ。今まで仕事で成果を上げてきた君なら信用に値するし、家で仕事ができるなら家事との両立もしやすいだろう。いいんですか？私はなんと正社員の状態で在宅で仕事をさせてもらえることになったのだ。私はすぐに夫に報告することに。夫は相変わらず私と話そうとしないので話しかけるのに勇気がいったが、それでも扶養を外れなければならないので話をするしかない。私は書類を夫の前に置いた。なんだよ。私また働くことにしたから扶養を外れるための手続きをしてほしいの。ああ、
働く？だってあなた家で全然ご飯も食べないし、無理に専業主婦にこだわらなくてもいいかなって思って。お前って本当に自分勝手だよな。え？いついかなる時も夫のために尽くすのが妻じゃないのかよ。まあいいや、お前がダメ嫁だっていうことを認めるんなら扶養を外す手続きをしてやるよ。そう言ってニヤッと笑う夫。私は腹が立ったが、こんなことで自分のチャンスを捨てたくはなかった。認めるわ、だから手続きをお願い。私がそう言うと夫はつまらなさそうにちっと舌打ちをして承諾した。こうして私は晴れてまた正社員として働けることになった。今回のことで夫とは完全に仲が悪くなり、全く会話をしなくなった。もう気がつけば1ヶ月は会話をしていない。だけど私はもう気にしていなかった。それよりも私は久しぶりに働けたことが楽しくて仕方なかった。仕事をしていたら夫のことなんて忘れてしまうほどだった。やっぱり私は仕事人間なのだ。そう思いながら私は毎日充実した日々を過ごしていた。夫は相変わらず遅くに帰ってくるし、私はそれまでにお風呂まで全部終わらせていれば先に寝てしまえる。朝も早めに起きて作業部屋に行ってしまえば、仕事に取り掛かっているうちに夫は出社をして家を出ていく。だからほとんど一人暮らしをしているようなものだった。しかしそんな中、ある日夫が早くに帰ってきた時があった。珍しいこともあるんだなと思いながら、私は明日の仕事の確認をしていた。すると夫はいきなり私の作業部屋に入ってきた。え？何？おい、お前何やってんだよ。何が？何がじゃねえだろ、俺が帰ってきたんだぞ。夫はそうやって怒鳴ってきた。だが私は無視をして仕事に戻った。正直言ってもう夫の飯なんて作りたくない。夫は私が働くようになってから家にお金を入れなくなった。生活費だってもらえていない。もう限界だ。私の中で何かが切れた。おい、飯。そうやって私に乱暴な口を聞いてきた夫に私は冷たく言い返した。飯が何？今忙しいんだけど。え？私がそう言い返すと夫はびっくりしていた。俺の晩飯はないのかな。夫は私があまりにも冷たく言い返してきたので遠慮がちにそう聞いてきた。ないわよ、だってあなたいつも晩ご飯食べないじゃない。食べたいなら自分で作って。自分で作るって？カップ麺でも食べれば。ああ。夫はそう言って静かにドアを閉めて居間へ行った。カップ麺にポットでお湯を入れる音が聞こえたから、本当にカップ麺を食べているようだ。これで私が今まで作ってきたありがたみを感じられるだろう。だが夫のことはもう許せなかった。私は夫が食べ終わった頃を見計らって今に行った。夫は目を見開きながら私を見ている。え、どうしたの？夫がそう聞いてきたので私はある紙を一枚夫の前に出した。え、離婚届？どうして離婚なんか？そりゃもうあなたとはやっていけないからでしょ。ちょっと待ってくれよ、さすがにそれは納得いかないよ。どうして？あなたはそれだけ私を傷つけたのよ。確かに無視をしたりひどい態度をとっていたことは謝る。ああ、自覚あるんだ。ひどいことをしたっていう。私がそう言うと夫はうつむいた。ごめん。でもあの頃は本当に仕事が忙しくて、上司からもすごくプレッシャーをかけられていてさ。へえ、それで不倫をしてたってわけ。え？私は全部知ってるのよ。だから離婚してほしいっていうか、離婚しかないでしょう。私は更新所に依頼してつい最近届いた証拠写真を夫に見せた。え、嘘だろ、どうしてこんな写真が？なんで気づいたんだよ。あなたが乱雑に洗濯カゴに入れてたシャツの匂いで気がついたのよ。普段この家では使っていない石鹸の匂いがしたの。まさかとは思いながらも一応調べてみたら、本当に不倫をしていたからびっくりしたわ。あなたと不倫相手には慰謝料を請求するから。離婚も絶対にするからね。そんな、彼女とはただの遊びで、俺は家庭を壊す気なんてなかったんだ。震えながらそう言って謝ってくる夫。もう遅いよ。
あなたに対して私の気持ちなんてもうないんだから。どうしても離婚しないなら裁判を起こすわ。裁判。私今はもう結婚前と同じくらい稼げているからいくらでも戦えるよ。証拠も揃ってるし、有利なのは私の方だと思うけど。分かった。離婚するから。夫は完全にビビり、そして離婚届にサインをした。私はそれをカバンに入れ、荷物をまとめて家を出た。夫は顔を青くしながら私が出ていくのをただ見ていた。それから私は離婚届を役所に提出し、一旦実家に帰った。両親には事後報告になってしまったが、事情を知るとそんな男とは別れて当然だと言ってくれた。そして私は弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫が働いていた企業は化粧品会社だったので、あえて内容証明を送ってやった。女性の多い職場で不倫で離婚したとなれば立場も危うくなるだろう。ちょっと意地悪だが、それくらい腹が立っていたので私は復讐してやった。案の定、夫は上司から嫌われてしまい、二度と出世ができない状態となったようだ。そして私に対して慰謝料を支払わなければならないので、仕事を辞めることもできずに、肩身の狭い思いをしているようだ。一方、私は一人暮らしを始めた。ちなみに場所はタイだ。在宅ワークが可能になったので、ずっとやってみたかった海外での生活をしているのだ。これから私はタイでの生活を満喫しながら仕事も頑張っていこうと思う。突然切れ出すってひどい男ですよね。そんな人とはすぐに別れて正解だと思います。そしてタイで素敵な男性と巡り合えるといいですね。主さんのこれからの人生が幸せになることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。子供も産めない役立たずとは離婚だよ。俺の婚歴に罰をつけた分の慰謝料500万も支払え。自分勝手な要求をしてくる夫。だがこちらにとってもそれは好都合だ。分かったわ。はい、離婚届。1ヶ月後、元夫から鬼電がかかってきた。どういうことなんだこれは。そりゃあなたに全ての責任が生じるんだもの。私がどれだけ家庭を支えていたかようやく理解したみたいね。私の名前はひとみ、35歳の会社員だ。夫の大輔とは結婚して2年になる。私たちの出会いは共通の友人が開いたバーベキューでのことだった。私がよく飲みに行く友人が休日にバーベキューを開いた際に何人か初めて会う人がいたのだが、そこに大輔も参加していたのだ。彼は私より2歳上なのだが、年齢よりも若く見えてかっこよかった。そしてずっと笑顔で優しくて話しやすかった。だから初対面だったけど、とても仲良くなることができ、楽しく会話をすることができた。その時のバーベキューをきっかけに、私たちは2人でも会うようになった。彼と一緒にいると落ち着けてリラックスできた。私はずっと仕事漬けの毎日で、なかなか恋愛をする時間を作れていなかった。そのため年齢を重ねるごとに恋愛に臆病になっていたのだが、彼はそんな私の壁を取っ払ってくれたのだ。彼は私を何度もデートに誘ってくれて、そして告白もしてくれた。それから付き合うことになった私たち。久しぶりの恋愛でどうしていいかわからなかった私を彼は優しくリードしてくれた。彼は本当に素敵な人だなと思った。その後、順調に交際を続けていたのだが、ある日彼が私にプロポーズをしてくれた。この1年間、人々と一緒に過ごすことができてすごく楽しかった。これからも一緒に幸せな時間を過ごしていきたい。だから俺と結婚してくれ。はい、よろしくお願いします。私は彼からプロポーズをされてとても嬉しかった。彼となら絶対に幸せな結婚生活を送ることができるだろう。そう思っていた。それから私たちはお互いの親へ挨拶をしに行った。彼は私の親に対しても笑顔で接してくれて、私の両親は彼のことをすごく気に入っていた。そして彼の親にも挨拶をしに行ったのだが、彼の親はとても優しくて気さくで、私にとてもよくしてくれた。きっとこのような優しいご両親だから、彼のような素敵な人が育ったのだろう。ひとみさん、
本当に大輔と結婚してくれてありがとうね。どうしようもない息子だが、どうかよろしく頼むよ。そんなどうしようもないんだなんて。大輔さんはとても素敵な方ですよ。母さんも父さんも俺をそんなに下げないでくれよ。あらま、ごめんなさいね。私はこの時の義両親の言葉はただの謙遜なのだと思っていた。しかしその後結婚をしてからその言葉がそのままの意味だと知ることになる。私と彼は両家の顔合わせを済ませた後、結婚式を挙げて婚姻届も出して正式に夫婦となった。新婚生活はとても楽しかった。私たちは同棲をせずに結婚をしたので、一緒に暮らすのは初めてだ。二人で家具や家電を見に行き、気に入ったデザインのものを選んだりするのも楽しくて、一緒に暮らす前からウキウキしていた。そして結婚生活が始まってからもしばらくは幸せだった。夜寝る時も朝起きた時も隣に彼がいる。それだけですごく満たされる気分になった。だが結婚をしてから半年ほど経った頃だろうか、少しずつ夫が本性を表すようになった。ちょっと大輔、靴下が床に転がってるけど、ちゃんと洗濯かごに入れてよ。ああ、やっておいて。え？夫はだんだんとだらしがない部分を見せるようになったのだ。あ、ちょっと食べ終わった食器は下げてよ。腹いっぱいだから横になりたいんだよ。そう言って食器を下げずにソファーに転がり込む夫。私は仕方なく夫が食べ終わった食器をシンクに下げた。こんな風に夫は何でも私に丸投げしてくるようになった。おい、なんで洗濯が終わってないんだよ。仕事に着ていくシャツがないじゃんか。え？昨日私聞いたじゃない。洗濯しないけど急ぎのものはないよねって。そしたらあなた、うんって返事したわよ。ああ、俺はそんなこと聞かれてないぞ。適当な嘘つくなよ。嘘なんてついてないわよ。いや、俺は聞かれてないぞ。そうやって自分の責任を逃れようとするのはずるいぞ。そういうやつは仕事もできないんだよな。はあ？なんで仕事の話になるのよ。お前が会社員をしてるからそうやって家事がおろそかになるんだろうってことだ。専業主婦だったら洗濯だって欠かさずに行って、なんならシャツもアイロン掛けをするだろう。そんな、私のせいだって言うの？他に誰のせいだって言うんだよ。ったく、今日は大事な会議なんだぞ。わかったわよ、これでシャツを買ってちょうだい。私は面倒に思い5000円札を夫に渡した。夫はそれを当たり前のように受け取り、ぶつくさ文句を言いながら家を出て行った。私は夫の態度の変化に戸惑いを隠せなかった。これが夫の本性なのだろうか。付き合っていた頃の優しい彼はどこに行ったのだろうか。そんな風に昔を懐かしみ悲しくなった。そしてその後も夫の態度はひどくなっていった。おい、酒持ってこい。俺が言う前に持ってこいよな。ああ、そうだ。あさって部長の家に行くから手土産を明日用意しておいてくれ。え？私が？なんだよ、文句あんのか。俺は仕事で忙しいんだよ。私だって忙しいんだけど。お前の仕事なんてどうせたかが知れてるだろ。何よそれ。私だってそれなりに責任のある立場にいるのよ。はいはい、そういう対抗心いらないから。とにかく俺の出世がかかってるんだから、ちゃんとしたものを用意しろよ。夫はそうやって無理やり私に手土産を買ってくるように言い、そのまま出勤してしまった。本当にこっちの都合を考えないひどい人だ。釣った魚には餌をやらないタイプか。いや、それ以上にひどいな。餌をやらないどころかこき使ってくるのだから。私はその日はとても仕事が忙しかったのだが、会社の人たちに説明して一旦定時の後に手土産を買う時間を作らせてもらった。そしてデパートに行き、手土産を買ってすぐに会社に戻り、みんなに迷惑をかけた分を取り戻すために残業を長めにした。仕事が終わってから家に帰ると、夫が鬼の形相で私を睨みつけた。おい、いつまでかかってんだよ。こっちは腹が減った状態で待ちくたびれてんだぞ。え？残業だから晩ご飯は自分で何とかしてって言ったじゃない。ふざけんなよ。なんでお前の都合に俺が合わせないといけないんだよ。残業になるなら前もって俺の分の晩ご飯を用意しておけ。そんな。っていうか、俺が頼んだ手土産はどうした？まさか買ってないとか言うんじゃないだろうな。目を見開いて私を睨みつける夫。ちゃんと買ってきたわよ。
わざわざ会社を一旦抜け出して買ってきたんだから。私がそう言って紙袋を渡すと、夫は中身を確認して納得した様子で、さっさと晩ご飯を用意しろと言って紙袋を部屋に持って行った。まったく自分勝手にも程がある。私はため息をつきながら急いで晩ご飯を作った。それから少し経って、夫がとても気分が良さそうにしていた。しかも高級ワインを買っていた。こんないいワインどうしたの？実は俺課長に昇進したんだよ。え、そうなの？おめでとう。まあようやく会社も俺の凄さに気づいたってことだな。夫はとても嬉しそうにしていた。私も夫が昇進したことはとても嬉しい。ぜひこれから仕事をさらに頑張ってほしいものだ。それから数ヶ月が経ってから、夫はある日こんな提案をしてきた。新居を購入しないか？え、引っ越すってこと？ああ、いつまでもこの賃貸の部屋にいるのも違うだろう。課長に昇進したわけだし、それ相応の家を買わないとな。私は別にそこまでの見栄を張らなくてもいいのではと思ったが、夫がすごく家を欲しそうにしていたので、その提案に乗ることにした。それから不動産屋に通い、いろいろな物件を見た。夫は正直言って、自分の給料では支払いが大変そうな物件ばかりピックアップしていた。まあそこは私がカバーすればいいかと思っていた。そして私たちは新居を購入した。新しい家での生活は快適だった。キッチンも使いやすいし、部屋数も多いし広い。家がこうやって休まる場所になったのはありがたい。だが私が思っていたよりも、私は自分の体を酷使してしまっていたようだ。まあ冷静に考えると、大変な仕事を毎日こなしながら家事も全部やり、夫の無茶な要求に応えていたのはきつすぎる。そんな日々を過ごしていた私は、ある日過労で倒れて長期入院が必要な状態になってしまった。ひとみ、大丈夫？ああ、お母さんお父さん来てくれたんだね。過労って聞いたが、一体どういうことだ？まさかブラック企業なのか？あ、いや会社はとてもいい会社だよ。ちょっと仕事以外がかなり忙しくて。私は両親に正直に全てを話した。両親は私の話を聞き進めるたびに険しい顔になっていった。それはひどいな。まさかそんなことをする人だったなんて思わなかったわ。ひとみ、そんな人と結婚生活を続けて幸せ？幸せじゃないよね。私たちも協力するから、離婚したら。結婚して2年も経ったし、頑張った方だと思うわよ。でも新居を購入したばかりだし。ローンはどちらの名義で契約してるんだ？大輔さんの方よ。自分名義にしたいってどうしても聞かなかったから。そうか、それなら好都合じゃないか。別れたらローンを支払う必要がなくなるんだろう。確かに。瞳は一人でも十分すぎるほどの稼ぎを得ているんだから、無理して結婚生活を続ける必要はないだろう。両親に説得されて、私は夫と離婚をする決意をした。そして3週間ほどの入院を終えてから、私は家に帰った。夫は一回も私の見舞いに来なかった。仕事が忙しいとか言っていたが、それでも普通はちょっとくらい顔を見せる余裕はあるだろう。単純に面倒くさいだけなのだろう。そんな風に私をちゃんと愛してくれないのなら、なおさら一緒にいる意味はない。そして夫はさらにとんでもないことをしでかしていた。私が家に帰ると、玄関には見慣れない女性物の靴が置いてあった。私は慌てて居間に向かった。するとそこには夫と見知らぬ若い女性がいたのだ。ちょっと大輔、何してるの？その女性は誰よ？二人は腕を組みながらテレビを見ていた。ああ、やっと帰ってきたのか。お前が全然退院してこないから待ちくたびれたぜ。一体どういうことなの？彼女は俺の新しい再婚相手だ。は？どうも、リナです。リナちゃんは23歳で、お前なんかよりもめちゃくちゃ若くて綺麗なんだ。将来性のないお前よりも彼女と再婚する方が絶対に幸せになれるだろう。将来性ってどういうこと？子供を産むかどうかだよ。せっかく一軒家を買ったんだ。子供を持たないと学校がつかないだろう。意味がわからない。子供はこの男にとって飾りやステータスということなのだろうか。とにかくだ、子供も産めない役立たずとは離婚だよ。
俺の婚歴に罰をつけた分の慰謝料500万も支払え。自分勝手な要求をしてくる夫だが、こちらにとってもそれは好都合だ。分かったわ。はい、離婚届。え、お前いつの間にこんなものを。病院から帰ってくる途中でもらってきたんだ。へえ、ちょうどいいじゃん。大ちゃんとすぐに再婚できるね。お、うん、そうだな。お前ナイスだな。すぐに離婚させてもらえるとかありがたいよ。そう言って笑いながら離婚届にサインをする夫。私はその間に荷物をまとめた。そして夫は記入済みの離婚届を私に返してきた。これでお前ともおさらばだな。そうね。私はそう言って家を後にした。その後実家に一旦帰り、それから一人暮らし用の部屋を借りた。私はそこまで贅沢をしなくてもいいので、つつましい生活ができる普通の部屋で過ごすことに。自分にはこれくらいの感じが合っているようで、すごくリラックスすることができた。1ヶ月後、元夫から鬼電がかかってきた。きっといろいろと知ったのだろう。どういうことなんだこれは。なんでローンがこんなに高いんだ。そりゃあなたに全ての責任が生じるんだもの。今までは私が支払っていたけど、これからはあなたが全部払う番よ。そんな。手取りが20万なのに、月々15万の家賃なんて支払えるわけないだろ。その上で生活費なんて出せないじゃないか。そうやって嘆く元夫。私がどれだけ家庭を支えていたかようやく理解したみたいね。でももうその女と再婚したんでしょ。残念ながら私にはもう関係ないし、自分たちで頑張ってちょうだい。あと慰謝料は絶対にもらうから覚悟しておいて。ちょっと待ってくれよ。追い打ちをかけないでくれ。いやよ、私はあんたのこと絶対に許さないから。大地、長期入院するお前が悪いんだろ。それにお前だって俺と別れたら経済的に苦しいんじゃないのか。残念だけど、私は仕事ぶりが認められてどんどん昇進してるの。今度の春からは新設の子会社の代表取締役も任されているわ。え？そのおかげで年収は3000万くらいになりそうだわ。そんな、俺がお前に負けているなんて。元夫はどうやらショックを受けているようだった。私はもう話すことはないと思って電話を切り、着信拒否にした。そして弁護士を通して元夫と不倫相手に慰謝料を請求した。元夫は不倫相手と再婚して幸せに暮らせると思ったようだが、人生はそんなに甘くない。元夫は結局新居を売ることにしたそうだ。だが購入時よりもかなり安く売れたため、多額の借金を背負うことになった。不倫相手はもともととても広くて新築の家で暮らせると聞いて元夫に近づいたらしい。だが彼女は当てが外れてしまった。元夫の元からすぐに離れたそうだが、23歳にして離婚歴がつき、さらに慰謝料まで請求されたので、なかなか厳しい状態だろう。まあ自業自得なので同情はしないが、一方私は仕事に打ち込む環境を作れるようになったので、ひたすら目の前の仕事と向き合っている。しばらく恋愛はいいので、こうやってどんどん仕事で結果を出していこうと思う。元夫はどうして自分の方が上だと思い込んでいたのでしょうね。まあ不倫をするような人なので、まともではないことは確かでしょう。主さんはそんな人と別れて正解だったと思います。かなり高収入なようですし、今後素敵な人が絶対に現れると思います。主さんのこれからの人生が幸せになることを祈っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。今日からよろしくね。いや、住まわせることはできませんが。俺の家なんだから俺に従え。義士も夫も好き勝手し放題で本当に困る。ここは私が親から譲り受けた家だけど。俺が家賃を払ってるだろう。普通は家賃を払ってる奴がいろんな権限を持つべきだ。夫が肩をすくめながらそう言う。私はため息をつきながら夫に真実を告げた。あなたに家賃は支払ってもらってないわよ。私の名前は香里、32歳の会社員だ。夫の浩平とは結婚して3年になる。夫とは友人の紹介で5年前に知り合い、それからすぐに付き合い始めた。
夫はちょっと強引なところもあるけれど、毎回のデートは自ら引っ張って行ってくれていて、そこは男らしいなと思っていた。今まで付き合ってきた人は草食系というか、なよっとしていた人が多かったから、公平のようなタイプは初めてで新鮮だった。そして2年間の交際期間を経て、彼からプロポーズをされて結婚することになった。新婚生活は毎日とても楽しくて、私は結婚してよかったと思った。もちろん喧嘩をすることもあるけれど、とても幸せな時間を過ごせていると思う。私たちは共働きなので家事も分担している。夫は料理ができないので私が料理を担当し、掃除や洗濯を夫がやってくれている。そんな風にバランスよく生活をしていた私たち。だが全く問題がないというわけではなかった。それは主に夫の姉であるカナが原因だった。義士とは結婚の挨拶のため義実家に行った時に初めて会ったのだが、その時から私は彼女のことが苦手だった。あら、公平にしては地味な女性を選んだのね。今までで付き合ってきた中では一番気量が落ちるんじゃない？初対面であるにもかかわらず、そんなひどいことを私に言ってきた義士。さすがに気量心が注意してくれたのだが、彼女の心ない言葉に私はとても傷ついた。そしてその後も義士は私に面倒くさい絡み方をしてきた。義実家ではお盆や正月によく集まりがあるのだが、その度に私のことをバカにしてくるのだ。あら、まだ捨てられてなかったのね。でも来年は結婚生活が終わってるかもね。そうやって私が離婚をする前提で話をしてくる義士に私は呆れていた。義士は顔立ちが整っていて綺麗な人だ。一方で私は平凡で地味。だから余計に義士にとってはいじりたくなる相手なのかもしれない。だけどそうやって意地悪なことを言われるのは本当に腹が立つ。義両親がいい人だから私は夫の帰省について言っているが、義士と顔を合わせるととても嫌な気分になる。義士はずっと独身だったのだが、去年結婚することになった。私は少しほっとした。義士はもともと実家暮らしだったので、結婚すれば家を出ていくことになる。そうなると、義実家に行っても義士と顔を合わせることはほとんどない。それに、結婚をすれば義士も少しは落ち着くだろう。私はそう思いながら義士の結婚を祝福した。まあ、この時も義士は私に対してひどい言葉を言ってきたが。私が結婚するのは IT 企業の社長よ。つまり私は社長夫人。これからは気安く私に話しかけてこないでね。あんたなんかとは格が違うんだから。そうやって必ず私のことをバカにしてくる義士。だが結婚式の時に義士の結婚相手を初めて見たのだが、少し驚いた。それはかなりの年上だったことだ。見た目はだいたい50代後半から、下手したら60代中盤だ。義士が玉の輿に乗ったというし、 IT 企業の社長というからもっと若い人だと思っていた。義士は私の2歳上で、当時は32歳くらいだったので、かなりの年の差婚だ。お金のために結婚したと言われても不思議ではないだろう。実際結婚相手の方はバツイチらしく、結婚式を挙げるつもりはなかったそうなのだが、義士が無理やり挙げると言って聞かなかったそうだ。結婚式はものすごい豪華で、まるで芸能人がやりそうな規模だった。きっと義士が見栄を張ってこういう豪華な式にしたのだろう。義士はウェディングドレス姿で、終始勝ち誇った顔をしながら結婚式の豪華さをいろんな人に自慢していた。周りの人たちは本当にすごいとか、こんな結婚式羨ましいなんて返していたが、義士がその場からいなくなると、あんなジジイとの結婚とかマジ無理だよねとか、ゼニゲバ女とか言っていて、義士の周りには裏表が激しい人が多いなと思った。ゼニゲバ女が個人的にツボっていて、私はその後何度か思い出しては一人で笑っていた。だから義士が私のところにやってきて、あんたには一生経験することのない豪華な結婚式に参加することができてよかったわね、なんてバカにしてきたが、笑いをこらえるのに必死で罵倒が耳に入らなかった。それから義士はすぐに海外に新婚旅行へ行き、旦那さんとの新婚生活を始めた。これでやっと義士に悩まされることなく義実家に行ける。私は嬉しくて仕方がなかった。
それから私はいつも通りの日常を過ごしていた。毎日会社に行って一生懸命に働き、家に帰って料理を作る。土日は夫と一緒に出かける日もあれば、ゆっくり休んだりして翌週からの仕事に備える。地味と言われればそれまでだが、そんな平凡な日々が私は好きだった。私は月に1回ほど夫と一緒に義実家に行くようになった。最近はよく公平と香織さんが遊びに来てくれるから嬉しいわ。かなさんは結婚してから帰ってきたりしてるんですか？いやいや、あいつは結婚してから一度も顔を見せに来ないよ。ずっと実家で暮らしていたっていうのに、結婚して裕福な生活を手に入れたら私たちのことは切り捨てたみたいね。義両親は半ば自虐的にそのようなことを言っていた。義氏は本当に薄情だと思う。今までずっと義両親にお世話になっていたというのに、そうやって存在に扱うようになるのはひどい。私はますます義氏のことを軽蔑した。きっと私たちが仲良くすることは一生ないだろう。そんなことを考えていた時、夫がいきなり義両親に反論した。姉さんをそんな風に悪く言うなよ。姉さんだって母さんたちには感謝してるさ。今は新婚だから旦那さんとの生活を優先してるだけだろう。それなのに自分の娘を悪く言うようなことするのはひどいと思うよ。夫はそうやって義両親を非難した。義母が、ああごめんなさいね、別にカナを責めようとしたわけじゃないからと大人な対応をしたので、夫もそれ以上は言わなかったが、どう見ても義士が悪い場面で義士をかばっているのを見て私は幻滅した。前々から薄々感じていたが、夫は多分シスコンだ。無条件に義士の味方をする。今のところ夫婦生活は大きな問題はなく遅れているが、義士が絡んできたら面倒なことが起きそうだ。そんなことを考えていたら本当に大きな問題が起きてしまった。それは義士が結婚して1年ほどが経った頃のこと。ある日の週末に義士がいきなり家にやってきた。お姉さんどうしたんですか？連絡もなしに来るなんて非常識だなと思いつつ、玄関先で対応する。ちょっと家にあげてくれる？私はそれはしたくなかった。義士のことだ。きっとお茶を出せとかお菓子を出せとか言って私をこき使ってくるつもりだ。ああ、今はちょっと無理ですね。はあ？何あんたに拒否権があるような言い方してるのよ。ここは公平の家なんだから、公平に全部の決定権があるでしょ。っていうか公平はどこ？夫は今ちょうど美容院に行ってていないです。掃除もまだ途中でしたし、今日はお引き取り願えますか？私は何としても家にあげたくなかった。だが義士は諦めることをせずに食い下がってきた。だからあんたに決定権はないって言ってるでしょ。そうやって怒鳴る義士。するとそのタイミングで夫が帰ってきた。ただいま。って姉ちゃん、どうしたの？あ、浩平、いいところに帰ってきたわ。家にあげてよ。なんか香織さんが家に入れてくれないんだけど。義士がそう言うと、夫が目を見開いて私に怒鳴ってきた。はあ？お前何やってんだよ。だっていきなり来られても困るじゃない。うるせえ。姉ちゃんが家にあげてって言ってるのに、あげないなんて最低だぞ。お前が困ってるかどうかなんて関係ないんだよ。姉ちゃん、もちろん家に入っていいよ。ありがとう、浩平。そう言ってずかずかと家に上がり込む義士。お前は本当に気を使えない嫁だな。夫は私にそんなことを言ってきた。ため息をつきながら二人の後に続いて今に行く。すると案の定義士は、喉乾いたわ、甘いものも食べたいと言い出した。そしてすかさず夫が、おい姉ちゃんに飲み物と菓子を出せと私に命令してくる。お前がやれよと思うが、ここでまた何か言ったら喧嘩になるし、今は2対1だから私は言い任されるだろう。だからおとなしく従うしかなかった。私が黙ってお茶とお茶菓子を出すと、勝ち誇った顔をしながら、こういうのは言われる前にするものよと義士は言ってきた。あんたなんかに出すお茶とお菓子がもったいないと心の中で思いながら、私はごめんなさいと謝って適当にやり過ごした。それから義士と夫は二人で楽しく会話を始めたので、私は自分の部屋に戻ることに。その後二人は数時間経っても話をしていて、私はまだ義士が帰らないのかと嫌気がさした。部屋で適当に時間を過ごしていると、夫がいきなり部屋に入ってきた。あ、飯作れ。え？姉ちゃんがお腹空いたそうだから何か作れって言ってんだよ。ったく、
お前は今で俺たちと会話をしようともせず、常識のないやつだな。吐き捨てるようにそんなことを言ってくる夫。私の中でどんどん夫の評価が下がっていった。仕方なく今に行くと、騎士は、私ステーキが食べたいわ、と言ってきた。そんなこと言われましても材料がないですよ。はぁ、使えないわね。アポなしでやってきたくせにそんなもの用意できるわけがないだろう。じゃあさっさと食材を買ってこいよ。夫がそのように怒鳴る。もう何でもいい。私はやり取りをするのも面倒で財布を持ってスーパーに行った。そして食材を買って帰ってきた。夫と義士はワインを開けてつまみ用のチーズや生ハムを勝手に食べていた。私はそれを横目にステーキを作る準備をしていた。するとインターホンが鳴った。私が出ようとすると夫が立ち上がり、来た来たと楽しそうに言って玄関へ行った。そして今に戻ってくるとその手には出前のピザが。やったー、ピザが届いた。早速食べよう。そう言って義士と夫は嬉しそうにピザの箱を開けた。ちょっとステーキはどうするんですか？私がそう聞くと義士はピザの気分になったからいらないわと言った。え？だったら私が準備を始めた時に言ってくれればいいのに。きっと私が作っている最中にピザが届いて驚く姿も見たかったのだろう。義士はものすごくニヤニヤした顔で私のことを見ていた。本当に性格が悪い。私は頭に来たので自分の分のステーキを焼いて、夫と義士の前に座ってステーキと赤ワインをいただいた。義士と夫は一瞬驚きながら私の方を見てきたが、本当に協調性がないのね、なんて言ってバカにしてきた。まったく、こんな自分勝手な女を嫁にして失敗したよ。酔っ払った夫はそんなことを言ってきた。この時、私は夫とはもうやっていけないと思った。そして結局騎士は帰ろうとせずに私たちの家に泊まっていった。それから翌日の昼に騎士はやっと帰ったのだが、夕方になるとなぜかまた騎士がやってきた。お姉さん、さっき帰ったのにまた来てどういうことですか？私が玄関先でそう言うと、だからあんたに何も決定権はないからと義士は言い、夫を呼んだ。おお、姉ちゃん、思いのほか早かったね。残りは業者に頼んでたからね。そうかそうか。二人だけで会話を進める義士と夫。ちょっと一体何の話？嫌な予感がして私は夫にそう聞いた。すると夫からは予想だにしない言葉が返ってきた。これから姉ちゃんもここで暮らすから。は？一体何を言っているんだろうか。いやいや、お姉さんは結婚してますよね。なんでこの家に暮らす必要があるんですか？私がそう聞くと、義士は離婚したのよと言い出した。え？離婚？まだ1年経ったくらいじゃないですか。うるさいわね、離婚したんだからしょうがないでしょ。私はびっくりしてしまった。まさかそんなに早く離婚してしまうなんて。今日からよろしくね。そう言って勝手に家に上がろうとする義士。いや、住まわせることはできませんが。義士がこの家に住む、冗談じゃない、そんなの絶対に無理だ。私がそう言うと夫がぶち切れた。ああ、お前何勝手なこと言ってんだよ。俺の家なんだから俺に従え。義士も夫も好き勝手し放題で本当に困る。っていうか夫はこの家の権利などについて忘れているのだろうか。ここは私が親から譲り受けた家だけど。私がそう言うと夫はだからなんだというような顔をした。俺が家賃を払ってるだろう。普通は家賃を払ってる奴がいろんな権限を持つべきだ。夫が肩をすくめながらそう言う。あんた家賃支払ってもらいながら何自分に意見を言う権利があると思ってんのよ。義士も夫に乗っかって私をバカにしてくる。私はため息をつきながら夫に真実を告げた。あなたに家賃は支払ってもらってないわよ。え？目を丸くする夫。そんなわけないだろう。俺は毎月5万お前に渡してるんだから。あのさ、ここ東京なんだけど、月5万円で 3LDK のマンションが住めると思う？え、じゃあ俺が渡してるお金は何使ってるんだ？あなたが渡してくれるお金は全部食費と日用品の購入で消えてるわよ。そもそもこの家は父が購入して私に譲ったものだから家賃はかかってないわ。
それに本当ならもっとお金を入れてほしいところだけど、あなたの給料が少ないから食費と日用品以外は全て私の稼ぎで賄ってるのよ。それなのにまるで自分が大黒柱のような面しないでくれる。夫の顔が一気に青くなる。嘘だろ。俺ってそんなに稼ぎが低いのか。どうやら私にお金の管理を全部任せていたからか、自分の収入すらちゃんと把握していなかったらしい。この家は私名義だし、私がどうするか決定権があるの。だからお姉さんをここに住まわせるわけにはいかないし、あと公平、あんたとももう一緒に住みたくないわ。え？あんたとは離婚させてもらうわ。離婚？なんでだよ。わからないの？あんたお姉さんと一緒に私にどれだけひどいことを言ってきたと思ってるの？そんな人と結婚生活を続けられるわけないでしょ。だから離婚してあんたにもこの家から出て行ってもらうわ。ちょっと待ってくれ。いきなりそんなことを言われても困るよ。だったら私をもっと大切にするべきだったわね。謝るから。姉ちゃんが嫌なら俺だけでも。ちょっと公平、私を見捨てる気なの？私もう家を追い出されてるんだからね。他に行くあてもないのよ。お姉さん、それならご実家に帰ればいいんじゃないですか。私がそう言うと義士は顔を青くした。いや、親から縁を切られてて。どうしてですか？優しいご両親なのに。私が不倫をして離婚になったから、それに怒って。なるほど、やっぱりそういうことか。結局義士は自分で全てを台無しにしたんだな。それは仕方ないですね。え？じゃあ。公平とアパートでも借りて二人で住めばいいんじゃないですか？そんな、私、慰謝料も支払わないといけないのに。それは自業自得じゃないですか。とにかく私はあなたたちをここに住まわせるつもりはないですから。いつまでも居座ろうとするなら警察を呼びますよ。警察？義士は警察という言葉にビビっていた。夫は自分が私に捨てられるとわかり、その場にへたり込んでいた。その後、とりあえず夫と義士を家の外に追い出した。二人はビジネスホテルや漫画喫茶に泊まりながら古いアパートを借りて引っ越したそうだ。夫とは弁護士経由で離婚の手続きをした。最初はごねっていたそうだが、私が裁判まで戦うと言うと資金がない夫はすぐに離婚に応じた。現在は義士と一緒に住みながら元夫の少ない給料で生活をしているそうだ。義士は慰謝料の支払いがあるのにバイトにほとんど行かないらしく、元夫に生活費の負担が重くのしかかっているらしい。今までいかに私に頼りっきりだったかをこれで思い知るがいい。まあもう関わることもないからどうでもいいが。一方、私はこの家を賃貸にして家賃収入を得るようにした。そして私自身は会社近くの単身用のマンションで暮らしている。現在は仕事に打ち込んでいて近々昇進することが決まった。しばらく恋愛はいいので、仕事をたくさんして貯金を増やしながらやりたかったことなどに挑戦していこうと思う。重度のシスコンとかマザコンとかって本当にめんどくさいですよね。主さんはそんな男と別れて正解だったと思います。生活力があるので、主さんは慌てなくても素敵な男性と巡り合えると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを願っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。あー、すっきりした。随分と綺麗になったね。娘と二人で私は荷物がなくなった部屋を見ながらそう言った。よし、じゃあ私たちも引っ越そうか。うん、そうしよう。私たちは笑顔で今まで住んでいた家を出て行った。それから数日後、旅行から帰ってきた夫から電話がかかってきた。おい、荷物が全部なくなってるけど一体どうしたんだ？あなたの荷物は全部不倫相手の家に送ったわよ。私の名前はかな子、40歳の会社員だ。夫のコウタと11歳になる娘のはるかと3人で暮らしている。夫とは今までいろいろとあったが、それでももう結婚して14年が経つので、きっとこのまま一生連れそうのだろうなと思っている。私と夫の出会いは友人の紹介がきっかけだった。
私が仲のいい友達とバーベキューをしている時に、友達の一人が夫を呼んだことが出会いだった。私と夫は同い年だったこともあり、すぐに意気投合した。そして二人で会うようになり、交際に発展。交際期間はそこまで長くなかったが、そろそろ結婚したいなと思っていたところで、向こうからプロポーズをされたので、私たちは結婚した。結婚後は夫婦仲良く過ごし、3年後に私は娘を出産。だが最初に夫婦の危機を迎えたのは、その娘の出産がきっかけだった。私は産休と育休を取って、家で娘の出産準備から出産後の子育てをしていたのだが、夫は全くと言っていいほど家事や子育てに協力をしてくれなかった。私がつわりがひどくて晩ご飯が作れなかった時も、なんでご飯を作ってないんだと怒鳴られたし、休みの日に私が買い物に行きたいから娘の面倒を1時間ほど見てほしいと言っても、俺は仕事で疲れてるんだ、そんなことを押し付けてくるなんてありえないと言われて、結局私は赤ちゃんの娘を連れて買い物をするしかなかった。そんな感じで夫は少し亭主関白というか、自分中心で家事と育児は嫁がするものと思い込んでいる節があった。あまりにも自己中心的なので、私は離婚しようとも思ったが、それでも簡単にこの子から父親を奪うのは良くないと思って我慢をしていた。今思えばもっと早く誰かに相談すればよかったのだが、悩みすぎて視野が狭くなっていたのだろう。私は一人で抱え込んでしまっていた。そんな時に私の助けになってくれたのは、意外にも義母だった。義母は私たちが義実家を訪ねた時に、私の顔が疲れていることに気づいたようで、私に何かあったのか尋ねてくれた。しかも息子が一緒だと言いづらいこともあるかもしれないでしょと、義父に夫を連れて出かけるように言って、私たちだけにしてくれたのだ。義母は、もちろん私は息子のことが大事だけど、人を傷つけていいとは思っていないわ。だから、あなたが息子とのことで何か悩んでいるなら教えて、と言って、私の話を優しく聞いてくれた。私は涙を流しながら義母に全てを話した。夫が全く家事や育児をしてくれないこと、そして自分より娘を優先されると腹を立てて暴言を吐いてくること。途中泣いていてうまく話せなかったが、義母は温かく見守りながら話を聞いてくれた。そして、かなこさん、息子が迷惑をかけて本当にごめんねと言って謝ってくれた。あの子には私がきつく言っておくから、今日は先に帰ってなさい。私は義母にそう言われて、娘を連れて先に家に帰った。それから数時間後に夫が帰宅してきたのだが、夫はすぐに私の元にやってきて、かなこ、すまなかった。俺が間違っていたよ、と謝ってきた。私が驚いていると、夫はあの後で義母と義父から説教をされたことを教えてくれた。そうやって昔の感覚でいると捨てられてしまうよ。家のことを何もできないあんたがストレスなく家で生活できているのは誰のおかげかちゃんと考えなさいって母さんと父さんに言われたんだ。それでようやく俺はかな子にばかり負担をかけていることに気づいたんだ。夫はそう言って頭を下げてくれた。俺これからは家事も子育ても手伝うから。この時私は義母に相談してよかったと心から思った。その後、夫は慣れないながらも掃除や洗濯をしてくれて、娘の世話もしてくれるようになった。料理は本当に苦手らしくてチャレンジしていなかったが、それでも他の家事を覚えてくれたのは本当に助かる。あれ以来、夫も丸くなり、私にも自然と優しくなった。さらに、娘の世話をすればするほど、夫は娘を溺愛するようになり、自ら進んで子育てをするようにもなっていた。それからしばらくは夫はいい夫であり、また娘にとっていい父だった。しかし最近、また私たちの関係性はあまり良くない状態になっている。というのも、夫が家にいても上の空というか、私や娘とコミュニケーションを取ろうとしないのだ。ねえ、聞いてる？あ、何？はるかのピアノのコンクールよ。行けるか聞いてるんだけど。ああ、分かった。
じゃああなたが車出してね。私午前中は会社に行かないといけないから。ああ。このような会話をしてから数日後、土曜日になり、娘のピアノのコンクールの日がやってきた。私が会社に行く準備をしている時に、夫が一人で家を出ようとしていた。ちょっと待てよ。どこに行くの？友達と約束してて出かけてくるんだよ。はあ？はるかのことはどうするのよ。別にお前が会社に行ってても、はるかはもう一人で留守番できるから何の問題もないだろう。何言ってるの？今日ははるかはピアノのコンクールだから車で送ってって数日前にお願いしたでしょう。え？そうだっけ？あなたちゃんと分かったって返事したわよ。ああ、そうか。でもすまん、友達との約束を破るわけにはいかないから。はあ？じゃあ誰がはるかを送っていくから。あ、ちょっと。夫は無責任にも娘を会場まで送っていく役目を放棄して出て行ってしまった。結局私はタクシーを手配して娘を会場まで送ってもらうことにした。じゃあお母さん、午前中の仕事が終わったら急いではるかの応援をしに行くからね。うん、分かった。不安そうな娘を見て私は心苦しくなった。そして今回のことで私は夫に対して以前のような不信感が少し蘇ってきた。それから急いで仕事を終わらせてタクシーで娘のピアノのコンクールの会場へ。今日のタクシー代だけで随分とかかってしまったなと思いながら、私は娘のピアノの演奏を見守った。娘は奮闘し、なんとか2位入賞で全国大会に行けることに。夫には腹が立ったが、今日は娘のためのお祝いを家族でしようと思った。夜にお寿司を食べようと思って夫に連絡をするのだが、一向に電話がつながらない。朝出て行ったから少なくとも夕方前には解散になっていると思ったのだが、私は何度もメッセージを送ったが、夫からは返信が返ってこないので、娘と二人でお祝いをすることに。三人なら出前でそこそこの値段にしようと思ったが、娘と二人なら高級寿司屋に直接食べに行こう。そうしないと娘も気分が晴れない気がした。娘は父である夫が最近自分とコミュニケーションを取ってくれないことに関して悩んでいた。お父さん、約束したのにコンクール会場まで送ってくれなかったし、私が2位になってもお祝いしてくれないんだね。家でそんな風に落ち込む娘を見て、私はいたたまれない気持ちになり、高いお寿司屋さんに連れて行くことにしたのだ。普段行かないような店に娘は緊張しながらも美味しいお寿司を食べて笑顔が戻った。私も美味しいお寿司に舌鼓を打ったが、頭の片隅で夫への怒りがふつふつと湧き上がっていた。そして私は夫の帰りを待ったのだが、夫が帰ってきたのは夜中の2時だった。お帰り。あ、まだ起きてたのか。どうしてこんなに帰りが遅いの？あ、すまんな。久しぶりに集まったから盛り上がって遅くまで飲んでた。LINE も電話も無視をするほど盛り上がってたっていうの？あ、いや、それは。既読もついていないから、はるかの入賞のお祝いについての連絡も見てないんでしょ。え？入賞？お祝い？すごいじゃん、はるか頑張ったんだな。今更遅いわよ。はるかにちゃんと謝っておいてよね。あの子、あなたに冷たくされてるんじゃないかと落ち込んでいるんだから。そうか、すまん。だから謝るならはるかに謝って。ああ、分かったよ。私はまだまだ言いたいことがあったが、もう夜中だし、はるかを起こしてはいけないと思い、私は寝ることにした。翌日、夫ははるかに何度も謝っていた。はるかは最初は怒っていたものの、最終的には夫を許して和解をしていた。本当にすまなかった。今度のはるかの誕生日にはちゃんとお祝いをしよう。約束だよ。ああ、約束する。とりあえずは夫も反省しているようだし、私も許すか。そう思っていたのだが。また飲んできたの？ああ、会社の付き合いでな。あなたの会社は接待的なことはしない、いい職場だって言ってたじゃない。どうしていきなりそんなに飲みが増えたの？え？ああ、新しく入った上司が考え方が古い人で、それで飲み会が増えたんだ。ふん。最近は休日出勤も多いみたいだけど。あ、
ああ、そうだな。まあ仕事だから仕方ないよ。はるかの誕生日のお祝いについては忘れないようにしてよ。分かってるよ。眠いからもう寝るわ。果たして本当に分かっているのだろうか。私は半信半疑だったが、この前はだいぶ反省している様子だったので、夫を信じてみることにした。だが夫はまたも私と娘を裏切った。ねえ、今度の金曜日、はるかの誕生日だけど、お祝いはどうするか考えてるの？え、金曜だったっけ？何？どうしたの？あ、いや、その日はちょっと会社で出張があって。はあ？嘘でしょ？いや、すまん。上司から頼まれて引き受けちゃった。最低。誕生日祝いについては1ヶ月前から決まってたことでしょ。どうして出張なんて入れるのよ。私が少し感情的になって夫を責めると、夫はムッとした。そんなことを言ったって仕事なんだから仕方ないだろ。はるかの誕生日祝いは2人でやってくれ。もういいわ。あなたにはもう期待しないから。ああ、そうかよ。プレゼントくらいは用意しようかと思ったがやめるわ。夫と私はそうやって喧嘩をし、全く口を聞かないほどになってしまった。娘もこの前約束したばかりなのに、夫に約束を破られてかなり落ち込んでいた。そして夫に対してだんだん期待しなくなっていった。そんな中、私は気になることを発見。それは夫婦の共有口座のお金についてだ。なぜかお金が思っていた以上に減っているのだ。よく見るとクレジットカードの利用によって引かれている。私と夫はこの口座から引き落とされるクレジットカードをお互いに所持している。実は私の方が給料が上なので、私が本会員カードで、夫が持っている方が家族カードだ。私はこの口座から引かれるカードはほとんど使っていないので、使っているのは夫だ。通帳を確認すると結構な金額が引かれている。だが夫は高いものを買っている様子はない。夫の部屋の荷物はほとんど増えていないし、もともと荷物が少ない人だから私も把握できているレベルだ。ということは誰かに何か買っているのか、あるいは食事代などを出しているとか。最近の夫は飲み会が増えているが、それは上司との付き合いと言っていたから、夫が出していることはまずないだろう。ということはもしかして浮気。私はここでハッとした。そう考えると最近の夫の行動に納得がいく。帰りが遅いのも、休日出勤だとかで休みの日にまで出歩いているのも、きっと不倫相手と会っているからだろう。まだ確証はないが、そんな気がする。そしてもし本当に不倫をしているのなら絶対に許せない。私は夫が不倫しているかどうか調べることにした。私が考えた作戦は、家に隠しカメラを設置して、私と娘が家を空けている間に夫が不倫相手を連れ込むか確認するという作戦だ。ちょうど1ヶ月後に娘のピアノのコンクールの全国大会がある。だから私たちは泊まりがけで東京に行かなければいけない。前もって夫にそのことについて報告し、私と娘が家を空けることを伝えておけば、きっと不倫相手を連れ込むだろう。実際、夫に娘と東京に行ってくることを言うと、口元が緩んでいた。そして、楽しんできなよ。なんなら観光も含めて2泊か3泊くらいしてくればいいよ、と言っていた。それからあっという間に東京に行く日がやってきた。それじゃあ行ってらっしゃい。はるか頑張れよ。うん、ありがとうお父さん。夫はとても嬉しそうに笑顔で娘を見送った。私はいろいろと思うところがあったが、とりあえずは私は娘のコンクールに集中することに。娘は残念ながら入賞には届かなかったが、とても一生懸命に演奏をしていて、私は感動した。そして食事を終えて娘が寝た頃、私は隠しカメラで録画しておいた映像を確認することに。どうか潔白であってほしいと頭の片隅で思いながら見たが、私の期待は見事に裏切られた。夫は案の定若い女性を連れ込んでいて、寝室で裸で絡み合っていた。私はそっと映像を閉じ、夫に制裁を加えることを心に決めた。私と娘が東京から戻ってくると、夫は「お疲れ様、東京観光はできたか？」とものすごくご機嫌な様子。不倫相手とずっと一緒にいたからテンションが上がっているのだろう。
私は内心腹が立ちながらもぐっとこらえて急いで離婚の準備をすることに。そんな中、夫が3週間後に土日を挟んで長期の出張があると言い出した。きっと浮気相手と旅行にでも行くのだろう。私は適当に相槌を打ちながらあることを思いついた。これで夫に制裁を加えられる。そして夫が出張だという日が来て、夫は朝早くからスーツケースを持って玄関で靴を履いていた。私は心の中ではニヤッと汚く笑いながら、出張頑張ってねと笑顔で夫を見送った。夫がいなくなると私は娘と一緒に荷物をまとめ始めた。その後引っ越し業者が来て大量の荷物をそれぞれ運んでいってくれた。あー、すっきりした。随分と綺麗になったね。娘と二人で私は荷物がなくなった部屋を見ながらそう言った。よし、じゃあ私たちも引っ越そうか。うん、そうしよう。私たちは笑顔で今まで住んでいた家を出て行った。実は娘には夫の不倫が発覚した時点で話をしていたのだ。そして夫とは離婚をするつもりだということも伝えていた。娘は自分の父親が不倫をしていたことにショックを受けていたが、それが理由で自分に構ってこなくなったことが分かり、モヤモヤが晴れたそうだ。お父さんなんかと別れて親子仲良く二人で暮らそう。娘はもう夫に対しての愛情が一気に消えたようだ。私は娘が思っていたより落ち込まなかったことに安心しつつ、二人で夫を捨てる準備を始めた。それで引っ越し先の場所を決めたり、弁護士を雇っていろいろと手続きをしたりと準備をしていたのだ。私と娘は手際よく荷物をまとめて新しい家に引っ越した。そして荷ほどきをして新しい生活の始まりを祝った。そんな中、夫から早速電話が来た。あ、なあ、クレジットカードが使えないんだけど、どういうこと？え、そうなの？そうなんだよ。これでホテル代とか支払おうって思ってたからちょっと困っちゃってて。あれ、出張じゃなかったっけ？ホテル代は会社が出してくれるんじゃないの？え、あ、いや、その領収書を切って会社から後で払ってもらうから、とりあえずクレジットを使おうと思ったんだよ。残念だけど私も原因はわからないから、今回は現金で支払ってちょうだい。そんな、俺口座にそこまでお金ないんだけど。別に出張なんだから高級ホテルに泊まってるとかじゃないでしょ。それに後で会社から支払ってもらえるんだから大丈夫でしょ。それは。じゃあちょっと今手が離せなくて忙しいから切るね。はあ、ちょっと。私は有無も言わさずに電話を切った。そして娘と一緒に大笑いをした。夫がカードを使えないのは当然だ。だって本会員カードである私のカードを解約したのだから。夫は出張できていると言った手前、私の指摘に正直に答えられない。だからこれ以上私に助けを求めることもできないのだ。きっと夫はいいホテルを取って不倫相手に貢ごうと思っていたのだろう。そしてそのお金の出所はあの夫婦の共有口座だ。あの共有口座はほとんど私がお金を入れていた。夫は自分の方が稼ぎが少ないからと途中から全く入れなくなっていたのだ。だからほとんどが私のお金だし、これ以上夫の不倫のために使われるのは我慢ならなかったのだ。夫はきっと今頃お金が足りなくて相当焦っていることだろう。私はざまあ見ろと思いながら娘と新生活の始まりのお祝いを再開した。それから数日後、旅行から帰ってきた夫から電話がかかってきた。きっと家に帰宅したのだろう。夫はとても慌てている様子だった。おい、荷物が全部なくなってるけど一体どうしたんだ？私と遥はもうあなたに愛想を尽かしたから引っ越すことにしたのよ。は？何言ってんだよお前、意味がわからねえよ。そう、じゃああなたが不倫していることを知ったから離婚して遥と二人で暮らすことにしたって言ったらわかるかしら。え？不倫？何のことだよ。しらばっくれても無駄、もう証拠も手に入れてるから、あとは弁護士を通してやり取りしましょう。そんな、っていうか俺の荷物はどうしたんだよ。まさか勝手に捨てたんじゃないだろうな。ああ、大丈夫だから安心して。あなたの荷物は全部不倫相手の家に送ったわよ。え？だってその部屋は私名義のマンションだし、さっさと荷物をのける必要があったからね。
ちょっと待て、どこに送ったって。だから不倫相手の家よ。今頃向こうも修羅場じゃない。だって旦那さんは不倫について知らないでしょうから。お前ひどすぎるよ。そこまでしなくても。ひどいのは娘をほったらかして私を裏切って不倫をしたあなたでしょう。しかも勝手に私のお金も使ったりもして。あんたが一番のクズよ。絶対に慰謝料は支払ってもらうからね。養育費も請求するから覚悟してちょうだい。そんな、許してくれ、かな子。夫はようやく事態を理解したのか、泣きながら懇願してきたが、私は決して許さなかった。途中で電話を切り、後のことは弁護士に任せることにした。その後、弁護士さんが優秀だったおかげで、夫との離婚は成立し、慰謝料と養育費も支払ってもらえることになった。そして、不倫相手の女からも慰謝料を支払ってもらった。不倫相手は24歳で新婚だったらしく、夫とのことは遊びだったらしい。だが、不倫をしたことには変わりないし、旦那さんにも離婚を要求されたそうだ。元夫と不倫相手は旦那さんからも慰謝料を請求され、多額の借金を背負ったようだ。今は2人で貧しい生活を送りながら借金を支払う生活を送っているらしい。自業自得だし、本当にいい気味だ。一方私は娘と新しいマンションの部屋でとても快適に過ごしている。最近は猫も飼い始めて、娘と2人で猫を可愛がりながら楽しい日々を送っている。これからも私は娘の成長を見守っていきながら仕事を頑張っていこうと思う。家庭を顧みずに不倫をするなんて最低な夫ですね。しかも主さんが入れていたお金を勝手に使うなんて本当にクズです。最終的に慰謝料と養育費で多額の借金を背負ったところはいい気味でしたが、もっと地獄を味わってほしいとも思いました。まあそれでも主さんはそんなクズ夫を切り捨てることができてよかったのではないでしょうか。これからは娘さんと二人で親子仲良く幸せに過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。夫婦揃ってめんどくせえな。雇ってやった恩も忘れたのか。いえ、忘れていません。社長が仲居は誰でもできると言ったことも忘れていません。確かに社長の言う通りでした。彼女たち着崩れた着物でタバコバンバン吸って、タバコ臭とニンニク臭全開で仕事してましたよ。誰でもできる仕事だったんですね。私、誰でもできる仕事に興味はないので、社長の言う通り辞めさせてもらいます。私は坂本まどか。旅館で働き始めて10年が経過したところだ。夫のみきおとは職場結婚である。彼は旅館の板前として15年ほど勤務している。私は文系の学部を卒業しているのだが、就職活動には苦戦を強いられた。私の所属していたサークルには理系の同級生もたくさんいた。彼らが続々と内定を決める中、文系組は皆同様に就職活動が長引いた。よく文系は就職活動が大変だとは聞かされていたが、それを体感した形だ。20社の企業を受け、たった1社内定がもらえた企業。そのありがたい企業こそ私が今働いている旅館である。苦戦の中で雇ってくれた企業であるこの旅館、元井社長には感謝の気持ちでいっぱいだ。その恩を返すためこの10年懸命に働いてきた。そして新人研修を終え、仲居として配属され、間もなく夫と出会った。5年早く入社している夫はとても頼もしい存在だ。職種は違えど、私は彼らの作ったまかないを食べる。食べ終えた食器を片付け、ごちそうさまでしたと声をかけると、新人さん頑張ってねと夫が声をかけてくれる。最初はそれだけのやりとりだったが、まさかの私の早食いが交際のきっかけとなるのだ。新人さん、いつも食べるの早いね。食べ終えた食器を持ってきた私に、彼は笑顔で声をかけてきた。あ、美味しくてついつい夢中で食べちゃってます。そっか、嬉しいな。作りがいがあるってもんだね。でもこんなに早く食べちゃったら、お昼休憩の時間結構持て余すでしょ。そんなことはないですよ。足りないくらいです。本当はとても美味しいごちそうなのでゆっくり味わいたいんですけど、
まだまだ覚えることが多くて、あまりのんびりしていられないんです。もしかして残りの時間勉強してるの？はい、先輩たちから教えてもらったことをメモ帳に走り書きしてるので、それをきれいにまとめています。新人さん真面目だね。実はやっと拾ってもらえた会社なので、私20社受けてここしか内定もらえなかったんですよ。おー、それはよく頑張ったね。そして翌日、まかないをもらいに行くと、彼は私の御膳に茶碗蒸しを置いた。え？試作品食べてみてよ。新人さん頑張ってるからおまけ。ありがとうございます。それからどんどん親しくなり、気がつけば夫婦として共に生活を送っている。夫婦仲は至って良好だ。毎日顔を合わせているが、彼への思いは年月が経つごとに大きくなっている。そして私たちの間には2人の子供がいる。子供の面倒は同居している義両親が見てくれていて、とてもありがたい存在だ。このまま充実した日々を過ごしていけるものだと思っていたが、ある日突然私は無職となってしまうのだ。それは社長の方針転換による解雇が原因だ。その日は珍しく旅館に社長が顔を出していた。そして私と目が合うと手招きをしている。お疲れ様です。はい、お疲れ。まどかちゃんは勤続何年だっけ？10年になります。そうか、今までよく頑張ってくれたね。お疲れ様。ありがとうございます。いや、お礼は言わなくていいよ。君にはやめてもらうから。え？あまりにもスラッと言われたものだから、一瞬理解が遅れてしまった。今やめてもらうって言った？あのね、我が社もこの不景気で厳しいのよ。だから安い海外人留学生使うから、今日でやめてくれる？君の給料で二人雇うことができるからさ。すぐに入って言えばいいんだよ。僕の時間と君の時間同等だと思ってる？あのね、仲居なんてものはね、誰でもできる仕事なの。だったら安い労働力使った方がいいでしょ。わかりました。お世話になりました。さあ、君が言うべき言葉はそれ。あ、後日退職手続きするから事務所に来てね。じゃあお疲れ様。社長は笑顔で去っていった。まさかこんなにも抵抗せずに受け入れられるとは、自分でもびっくりだった。これまで恩を感じて尽くしてきた会社だ。でも社長は雇えるなら誰でもよかったのだろう。そうとも知らず一生懸命やってきた自分がバカみたいだ。そんな人を駒としか思ってないような会社なんて、こっちだって未練はない。私は反物を脱ぎ、私服へ着替え、従業員出入り口へ向かった。あれ、窓が？厨房を横切ると夫が顔を出した。どうしたの？体調悪い？体調は絶好調だよ。え？じゃあなんで私服？今帰ろうとしてなかった？うん、帰るとこ。みきおくん、私クビだって。は？私は夫に社長とのやりとりを話した。そっか、わかった。職なしになっちゃうけど、またすぐ仕事探すから。迷惑かけてごめんね。全然大丈夫だよ、ゆっくり休みな。私は夫との会話を終え、従業員出入り口から外へ出た。数十メートル歩いたところで振り返り、旅館を眺める。あっけない最後だったな。あ、でも退職手続きにまた来るのか。なんかしんどいな。ん？あれは夫だ。みきおくん、どうしたの？小走りにかけてきたのは紛れもなく夫だ。俺も辞めてきた。え？だって腹立つだろ、そんな理由でまどかをクビにするなんて。だから俺も辞める。しばらく無職夫婦ですが、そこんとこよろしく。その日、私と夫は久々に手をつないで帰宅した。帰宅中、夫のスマホはずっと鳴っていたが、夫は見事なスルースキルを見せてくれた。そりゃそうだよな。社長曰く、誰でもできる仕事の仲居と旅館の料理を任されている板前では扱いが大きく異なるだろう。しかし夫は堅くなだ。どんなにスマホが鳴り続けようが、絶対に電話を取ることはなかった。そして夫からはとある提案をされ、私はそれを快諾した。後日、退職の手続きをするため旅館に足を運ぶと、そこはとんでもない状況になっていた。
留学生であろう人物たちは着物を着ているが、裾がよれている。彼女らは着物に慣れていない。着付けをしてもらったものの着慣れていないせいで着物が着崩れてしまっている。そして漂うタバコ臭とニンニク臭。ちょっと勤務中にタバコ吸わないでください。若手の仲居が注意をするが、彼女らは大きな声で反論する。これ私たちの権利。どうやら彼女らは勤務中にもかかわらず、社員専用の喫煙室でタバコを吹かしてきたようだ。若手の仲居は私を見つけると急いで駆け寄ってきた。まどかさん、もう昨日から大変なことになってて、まどかさんもいないし、クビになったのまどかさんだけじゃなくて、まどかさんより上の人たち全員クビにしたんですよ、あのバカ社長。残ったのは私とか、この会社に入って1、2年の子たちだけで、留学生は全然真面目に働かないし、私も辞めたいです。そうか、クビになったのは年長者か。社長バカだな。彼女曰く、宿泊してきた常連客の接客に留学生をつかせたところ、失礼を働き怒って帰ってしまったという。そして厨房も厨房で大変な騒ぎになっていた。なぜなら4人いた板前は全員辞職を宣言し、帰宅してしまったことで料理の提供ができなかったのだ。まあ厨房の料理長は夫だし、人望も厚い。尊敬している料理人がいなくなれば、職人気質の彼らは夫についていくだろう。結局料理を準備できなかったことで、高級割烹のケータリングをオーダーし、なんとかその場をしのいだそうだ。そんなてんやわんやな旅館を抜け、事務所へ向かうと社長が頭を抱えていた。社長、退職手続きに来ました。社長はバッと顔を上げた。ああ坂本さん、待ってたよ。今すぐ接客に戻って、それから料理長も持ち場へ戻ってね。は？もうなんで夫婦でいなくなっちゃうのよ。旅館が回らないじゃない。それは社長が私に理不尽な不当解雇を申し出たからでしょ。取り消すよ。ボーナスも今期は2倍にしちゃう。だから早く持ち場へ戻って。嫌です。はあ、そうかよ。じゃあほら料理長、君には今までの給与の3倍出すから、見習いたちも呼び戻してね。嫌です。すると社長が盛大に切れた。夫婦揃ってめんどくせえな。雇ってやった恩も忘れたのか。いえ、忘れていません。社長が仲居は誰でもできると言ったことも忘れていません。確かに社長の言う通りでした。彼女たち着崩れた着物でタバコバンバン吸って、タバコ臭とニンニク臭全開で仕事してましたよ。誰でもできる仕事だったんですね。私、誰でもできる仕事に興味はないので、社長の言う通り辞めさせてもらいます。僕も社長が妻にした行いを許すことができないので辞めます。ではお世話になりました。社長、留学生がお客様に間違ったものを提供してしまって、でも間違ってないって言い張ってて、お客様が社長を呼べとものすごい剣幕で剣責なさってます。すぐに来てください。もう社長じゃないとどうにもならないと思います。バカ社長だから駆けつけても火に油だと思うけど、まあもう関係ないし、このまま生活しよう。ちょっと行ってくるから、坂本夫妻ちょっと待ってて、今後の待遇について話し合おう。社長はそう言うと勢いよく事務所を出て行ったが、待ってやる義理はない。私たちは早々に事務処理を終え、旅館を後にした。そして社長の旅館は半年を待たずに廃業した。安物買いの銭失い、この言葉を社長に送ろう。安さばかりを求めたら、格式高い旅館など保てるはずもないのだ。お金に目がくらんだおバカな社長にはぴったりな末路である。あれから一年、私たちは二人で小料理屋を開いている。あの時夫が提案してくれたのは二人でお店を持つことだ。私はそれに大賛成した。大好きな夫とお店を持つ、こんなに嬉しいことはない。夫の料理はあの旅館を支えていた味だ。あそこで働いていた時代から多くのファンがついている。その彼らが人伝いにお店の存在を知り、足を運んでくれている。そのおかげもあって、あと1年後にはもう1店舗お店を開こうなんて話も出ているところだ。もちろんそのお店は夫を慕って後をついてきてくれた板前さんたちに任せるつもりである。彼らがそれぞれお店を持てるように、あと3店舗の業務拡大が必須だ。
このまま順調に売り上げが伸びてくれるといいな。そして馬鹿社長の存在を忘れかけていたのだが、偶然街で彼と再会した。その日子供たちを連れ、地元でそこそこ大きなお祭りを楽しんでいた。ママ、綿あめ食べたい。へえ、虫歯になる。ちゃんと歯磨くからお願い。ママ、いいんじゃない、お祭りの時くらい。ですって。買う？うん。すみません、綿あめ人。社長。赤い鉢巻きを巻いた目の前の綿菓子屋のおじさん、いやおじいさんは間違いなく社長だ。え、あ、本当だ、社長だ。あ、ああ久しぶりだな。ぎこちない笑顔を向けたその顔、私は衝撃が走る。そしてその衝撃波は夫と子供にも伝染したようだ。ママ、僕やっぱり綿あめいらない。ああ、そうだね。じゃあ社長、失礼します。職にありつけてよかったですね。どうか今の仕事を大切に。私はそそくさとその場を去った。いや、衝撃だったな。うん、だいぶ苦労したんだろうね。ママ、あのおじいちゃん歯がなかったけど、綿あめ食べすぎたの？かもしれない。やっぱり、僕も食べすぎたら歯がなくなっちゃうの？いや、だらだら食べると虫歯になりやすいから、さっと食べてすぐに歯磨きすれば平気だよ。そっか。でもいいや、あのおじいちゃんからは綿あめ買いたくない。うん、私も買わせたくない。というか、そもそもお祭りの綿あめは歯抜けじじいが売っていなくとも買いたくないのだ。その昔、私はお祭りの綿あめが大好きだった。両親もよく買ってくれた。しかしある時、私は作る工程を見て以来、それを買えなくなってしまった。綿あめの袋というのはパンパンに膨らんでいる。あれを何で膨らませているのかといえば、職人さんが息をふっと吹きかけ膨らませている。それはあまりにも衝撃で、それ以来綿あめを買えなくなってしまった。だから子供たちにも正直買いたくない。社長の吐息じゃなおさらだ。まあ何はともあれ、社長も旅館を潰してから職にはありつけたようだ。よかったね。社長との経験は私たちのお店経営にとても役立っている。料理人の腕がいいことは当たり前。しかし食材もまたいいものを選ぶ必要がある。ここでケチったらお客さんは確実に離れていくのだ。社長にクビにされた経験も無駄ではなかったね。お金に目がくらむ、なんとも切ないですね。ともあれ、お店開業おめでとうございます。いつまでも仲良しなご夫婦でいらしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。え、あゆみさんどうしたの？私がお風呂から上がると廊下に布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると、弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。信じられない事実を知った私はすぐに居間へと向かった。ちょっとあんたたち一体何をしてるの？私の名前は美咲、35歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社で働き始めてもう13年になる。結婚をしていないので、その分仕事に打ち込むことができ、今では部長という立場で責任のある仕事を任されている。たまに恋人やパートナーがいないことを寂しいと思うが、私自身仕事が大好きなので、こういう人生も悪くないなと思っている。私は多分このまま結婚はせずに独身として過ごしながら仕事人間になるのだろうな。そんなことを考えていると母からの一通の LINE が届いた。今度の週末は帰ってこれるのかしら。美咲に会えるのをみんな楽しみにしてるわよ。普通なら嬉しい内容だろうが、私はそのメッセージを見てため息をついた。というのも、私は自分の家族が苦手だ。私は両親と弟の4人家族の中で一番稼いでいる。だから私の家族は私に何かとたかろうとしてくるのだ。
私が課長になった時は母は高級バッグを要求してきたし、父はゴルフクラブを要求してきた。弟もなぜか腕時計を要求してきて、私はとても困った。私が私のお祝いなのになんでみんなに高価なものをプレゼントしなくちゃいけないのと言うと、固いことは言うなよ、ノリが悪いな、などと言われ、私が悪いみたいになったことがある。それ以来私は自分の仕事について家族に話すことは一切やめた。だから部長に昇進してバリバリ働いていることは話していないし、これからも絶対に話さない。私はあまり実家に帰りたくなかったのだが、今度の正月については少し悩んでいた。というのも現在実家には弟夫婦が同居して親と一緒に住んでいるのだ。弟の高志と嫁のあゆみさんは4年前に結婚をし、もともとは夫婦だけで暮らしていた。あゆみさんとは両家の顔合わせの時に初めて出会ったのだが、可愛らしくて笑顔がとても素敵な優しそうな女性だった。私は初対面だったが、彼女とちょっと話しただけですごく好きになった。だがそれから数えるほどしか会っていなくて、私たちが最後に会ったのは一昨年のお盆の時だった。あゆみさん久しぶりね、ちょっと痩せたんじゃない？え、そうですか？ちゃんと食べてるの？はい、この前もお菓子を食べ過ぎちゃいましたし。そっかそっか、今度あゆみさんとカフェでも行きたいね。ぜひ行きたいです、甘いもの大好きなので。あゆみさんはやっぱりそうやって優しく笑うのがとても可愛い。これは最後に会ったお盆の時の会話だ。だがこの時に私はもっと彼女に目を向けてあげていればと後悔した。お盆の集まりに参加した時は、私はあゆみさんと一緒にいる時だけが穏やかだった。それ以外は親や弟から仕事のことを聞かれ、どれくらい稼いでいるのかとか、どこどこに行きたいから連れて行ってくれなどと言われて面倒くさかった。久しぶりに参加したが、あゆみさんがいなかったらすぐに帰っていたと思う。前回がそういう感じだったので、私は今度の正月の集まりに参加するのをとても迷っていた。だが年末が近づいてきた頃に再び母からメッセージが来た。正月の件はどう？これそう？たくさんごちそうを用意して待ってるからぜひ来てほしいんだけど。母からはそういった内容のメッセージが何通も来た。ここまでしつこいと一度言っておかないと面倒なことになりそうだ。それに前回のお盆後から実家で同居し始めたあゆみさんには会いたかった。なんならあゆみさんと二人だけで遊ぶだけでいいのだが、私は散々悩んだが、結局正月に実家に帰ることにした。それからなんだかんだ仕事が忙しくて、あっという間に年末を迎えて正月になった。そして新年が明けて私は実家へと帰省した。みさき、よく来てくれたわね。久しぶりだな。姉さん元気にしてたか？両親と弟はそう言って私を出迎えてくれた。はしゃぐ三人の後ろからあゆみさんがこちらを覗くのが見えた。適当に三人に挨拶をし、今に向かう途中で私はあゆみさんと挨拶をした。あゆみさん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お姉さんが来てくださってとても嬉しいです。ぜひゆっくりしていってくださいね。ありがとう。私と彼女が話していると、母が私を居間の方から呼んだ。みさき、何をしてるの？早くこっちにおいで、話しましょうよ。はいはい。私はあゆみさんにごめんねと謝り、居間へと向かった。両親と弟は私を捕まえると、いろいろと質問をしてきた。仕事は順調なの？うん、相変わらずだよ。相変わらずってことは、給料も変わらずずっといいってことなのか？それは知らないけど。変わってないならいいでしょ。姉さん、俺最近バイクにはまっててさ。始まった。両親と弟は必ずそうやって私の仕事の状況を聞いた後に自分たちが欲しいものの話をしてくる。それは要するに私に買ってほしいということなのだ。だが絶対に私は何も買い与えないと決めている。そのため家族の話は適当に聞き流していた。そんな中、私はあゆみさんの姿が見えないことに気がついた。あれ、あゆみさんはどこにいるの？私がそう聞くと、両親と弟は興味がなさそうにしながら、ああ、掃除でもしてるんじゃないと言った。
え？掃除？今日は大晦日ではないし、普段家事をやっているとしても正月くらいは休んでいいだろうに。私は立ち上がり、あゆみさんを呼びに行った。あゆみさん？は、はい。何でしょうか？いや、せっかくのお正月なんだからゆっくり休めばいいのにと思って。私、あゆみさんともお話ししたいし。すみません。わざわざ席を立たせてしまって。私、戻った方がよかったんですね。あ、いや、そんな風に気を使わせる気はなかったんだけど。あゆみさんはすごく困った顔をしていた。そして何かに怯えているかのようだ。私は何かいけないことをしてしまったのかと思った。そんな時、もしかしたら彼女はこの家で居場所がないのではないかと思った。あゆみさん、何か悩んでることがあったら私に何でも言ってね。え？その時、彼女はとても驚いた顔をしていた。今までそんな言葉を誰もかけていなかったのだろう。彼女がとても動揺しているのが分かった。だが彼女はゆっくりと呼吸をした後、特に悩んでいることはないので大丈夫ですよと笑顔で言った。そしてその笑顔は以前見せてくれたような柔らかいものではなく、明らかに引きずっていた。私はとりあえずあゆみさんを居間に連れて行き、半ば強引に一緒にゆっくりさせることに。弟と親はなんだかつまらなさそうな顔をしていて、私は彼らの反応が気になった。そして夕方になり、そろそろご飯にしようという話になった。今日はいいお肉を買ってきたから、すき焼きでも食べましょう。母がそう言って高そうなお肉を食卓に持ってきた。あ、うまそうだな。母さんいいの買ったね。父と弟はテンションが上がった様子でビールを開けていた。あゆみさんは事前に切ったであろう具材をどんどん食卓に運んでいった。私も久しぶりのすき焼きにテンションが上がった。やっぱり一人暮らしだとなかなかやる機会がないので、こういう時しか食べられない。それに一人だともったいないと思って高い牛肉を買うことはない。だからこれは帰ってきてよかったなと思った。そして乾杯をして食事が始まった。久しぶりに食べるすき焼きはすごく美味しかった。お肉はここ数年食べた中で一番美味しいと思う。私はそんな感じですき焼きを堪能していたのだが、またあゆみさんのことで気になることがあった。それは全くお肉に手を伸ばしていないのだ。お肉苦手だったかなと思うほど食べようとしていない。せっかく高いお肉だから食べられるのなら食べてほしいと思った。あゆみさんもお肉食べないよ。え？私がそう言うと、彼女はなぜか親や弟の顔を見た。なんていうか確認をしているような感じだ。私はなんとなく彼女がこの家でどういう立場でいるのか見えてきた。だから私は、私が食べてほしいって思ってるの、だから食べてみてくれないと言った。すると母が、美咲がそう言ってるんだから食べなさいと言って促した。あゆみさんは、それじゃあいただきますと遠慮がちにお肉を鍋から取って食べた。おいしいです。そうやって言っていたが、なんとも気まずい空気が食卓に流れた。きっと両親も夫もあゆみさんが食べることを許していなかったのだろう。さっきと同じように彼らはつまらなさそうな顔をした。それから食事を終えて、私はあゆみさんと一緒に食器を洗った。あゆみさん、あれだけしかお肉食べられなかったけどよかったの？いいんですよ、お姉さんがたくさん食べられたなら。こんな時でもそういう優しい言葉を言える彼女は素晴らしいと思った。そしてこんな心優しいあゆみさんがこの家で辛そうにしているのが見ていられないと思った。だが実際にどういう仕打ちを受けているのか私は知らない。だからどう対応していいかもわからない。そのうち夜遅くになり、私はとりあえずお風呂に入ろうと思った。お風呂で体を流せばいいアイデアが生まれるかもしれない。そしてそれから30分ほどかけて私はお風呂に入った。ふぅ、さっぱりした。私は髪を乾かして脱衣所から出た。え？あゆみさん、どうしたの？私がお風呂から上がると、廊下に布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると、弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。
はあ？なんと彼女は毎日この廊下で寝るように指示されているらしい。こんなお正月の寒い時期に暖房が効いていない廊下で寝させるなんて拷問と同じだろう。信じられない事実を知った私はすぐに今へと向かった。ちょっとあんたたち一体何をしてるの？今では親と弟がテレビを見ながら爆笑をしていた。だが私が鬼の形相で彼らに怒鳴ったのでびっくりした様子でこちらを見ていた。どうしたのよ、美咲、そんなに怒って。どうしてあゆみさんを廊下に寝させてるのよ。私がそう言うと彼らはああと鼻で笑った。それはあいつの部屋がないからだよ。そして俺たちの元に嫁いだってことを分からせなきゃいけないだろ。そうよ、嫁というのはそういうものよ。はあ？私は自分の家族が何を言っているのかよくわからなかった。そんなことして恥ずかしくないの？はん、こいつは全く役に立たないからこれくらいの扱いでいいんだよ。弟は吐き捨てるようにそう言った。どういう事情があれそんな扱いをしてはいけないだろう。話が通じない彼らといつまでもここにいても無駄だ。私はあゆみさんに荷物をまとめるように言った。彼女は困っていたが、私が大丈夫だからと言うと覚悟を決めたようで荷物をまとめ始めた。ちょっと美咲、何をしてるのよ。その嫁を連れてどこへ行くって言うんだ。どうせそいつは行くあてもないんだぞ。両親がすでに死んでるからな。実家だって大した値で売れなかったそうだしな。金もない役立たずだよ。そう、じゃあ彼女は私が連れて帰るわ。私がそう言うと、弟は自分が嫁を引き止めることはプライドが許さないのか。そうかよ、疫病神を連れて行ってくれてせいせいするよ、と言った。私は、私ももうここには一生帰ってこないわ、と言って、あゆみさんと一緒に実家を出た。彼女の荷物は驚くほど少なかった。これほどまでに彼女はこの家に居場所がなかったのだろう。私はタクシーを拾うと彼女と一緒に私の部屋へ向かった。あゆみさん、私の家族が本当にごめんね。いえ、いいんです。私も言われっぱなしで我慢することができなかったので、もっと言い返したり、自分の気持ちを言えばよかったんです。いや、あの人たちはハイエナのような存在だから、普通の常識が通用しないから、あゆみさんは何も悪くないわ。私は部屋に着いた後、私は彼女に温かいコーヒーを飲ませた。そしてとりあえず暖かい部屋で一緒に眠りについた。翌日、私はあゆみさんとじっくり話した。彼女の話によると、弟は仕事を真面目にしないようで、全然収入が増えずギリギリの生活をしていたそうだ。そして彼女のご両親が亡くなった際に遺産を当てにしていたそうなのだが、相続したお金がものすごく少なかったことで、弟は彼女に対して冷たくなったらしい。それで節約のために無理やり自分の実家に彼女を連れて行き同居を始めたらしい。私の親は弟と似たような性格で自分たちのことしか考えていない。だから嫁とはこき使うものという価値観だった。それであゆみさんは私の親と弟からひどい扱いを受けていたそうだ。私はその話を聞いてとことん呆れてしまった。そして改めて彼女に謝った。あゆみさん、一刻も早く弟とは別れなさい。あんな家族と一緒になっても不幸になるだけよ。私が何度も説得をすると彼女もようやく目が覚めたそうだ。弟と別れる覚悟を決めたらしい。それから私は彼女に弁護士の友人を紹介した。私は弟と親と言い合いをした時の会話を録音していた。そのため彼らがあゆみさんにひどい扱いをしていたことは証明することができ、彼女はモラハラなどによる精神的苦痛で慰謝料を請求することができた。弟と両親はまさか慰謝料まで請求されると思っていなかったようで、顔を青くしながら弁護士にどうにかならないかと懇願していたそうだ。だが弁護士は毅然とした態度で請求は免れないと言い、あゆみさんのためにしっかりと動いてくれたらしい。結果的に弟はあゆみさんに慰謝料を支払うことになった。さらには嫁いびりをした結果、出て行った嫁に慰謝料を請求されたことがご近所さんに知れ渡り、弟と両親は陰で笑われ誰からも相手にされなくなったらしい。そして私も彼らの番号は着信拒否にし、家も引っ越した。そのため彼らが私に接触してくることはもうできない。
それから私はあゆみさんと仲良くなり、よく遊ぶようになった。その時に知ったのだが、実はあゆみさんはとても英語が得意で、一時期は塾の講師もしていたそうだ。そのため最近はオンラインでの英語講師をしているらしく、それが結構人気でかなり稼げているらしい。あのまま弟と親の家政婦状態だったら、きっとこんな生活はできていなかっただろう。新しい生活をスタートさせたあゆみさんの笑顔は初めて会った時のように輝いていた。私はそんな彼女とこれからも仲良くしていきながら、私自身の人生も輝かせていこうと思った。嫁をこき使い廊下で寝させるなんて最低ですね。主さんだけがまともに育ったのが逆に不思議なくらいおかしな一家ですね。あゆみさんは本当によく耐えたと思います。これからはご自身のために生きて幸せを味わってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。